おはようございます。赤尾です。本日は朝の目覚めよう怖い話124をお送りいたします。では、早速。死んでしまえ。いつからだろう。なぜか全てに対してそう思う日が続く。そして月日が流れ、自分が死ねばいいと思うようになっていた。中古の家を住宅ローンで購入。妻と子供二人がいる働き盛りの35歳。自分の仕事に自信が持てず、父親としての自覚も甘い。趣味もなく毎日が単調で面白くない。ほぼ毎日暇さえあれば、死に方を考える。会社では新規訪問で車の移動が多く、カーナビを使う頻度が高い。カーナビといっても最近変えた iPhone の Google マップでの案内だ。その日も iPhone、イカアイちゃんに案内されるままの運転、トラックが突っ込んできてくれないかな、隕石が俺の車に落ちてこないかな、などと考えながらの運転だった。アイちゃんが案内を続ける。ポン、500メーター先右折です。右折です。そのまましばらく直進です。ポン、Uターンです。ポン、Uターンです。目的地はまだ先のはず。ウィンカーを出し道路脇に車を停車させる。一体俺をどこに誘導するつもりだ、と画面を操作する。すると行き先も到着場所も同じ住所になっていた。こんな住所を設定した覚えはない。誤作動か？今日行く場所は、会社に出る前にパソコンの Google で確認したので場所は覚えてる。しかもこのまま山道をまっすぐ行くだけ。まだ時間も1時間ほど余裕があるし、この住所なら近いと思い、その場所に興味を持ち始め、そのまま愛ちゃんに従うことにした。時間にしたら5分くらい走っただろうか。ポン、次を左折です。舗装もされていない脇道に入るようだ。ポン、100メートル先目的地です。ポン、目的地に到着しました。お疲れ様でした。そこは見覚えのないボロボロの神社だった。周りは鬱蒼とした木々のみで人の参拝もほとんどないのだろう。鳥居の中間に鬼雲が立派な巣をこしらえていた。とても不気味で車を降りる気にはなれなかった。目的地が神社ということもあり、何か意味があるのか、悪いものにでも誘われているのか。どちらにせよ立派な雲の巣を壊してまで鳥居をくぐる気にはなれず、その場でタバコに火をつける。ただ虫が苦手なだけなのだが。そして、また死に方を考える。タバコを消し、車を Uターンさせ北道を戻り、本当の目的地へと車を走らせた。何事もなく目的地に到着した。どうやら愛ちゃんは本当に壊れてしまったようだ。目的を果たし外に出ると、辺りはもう薄暗くなっていた。今日のやることは終わった。愛ちゃんで会社に直帰すると伝え車を走らせた。薄暗い山道を下っていると、突然愛ちゃんが。ポン、100メートル先右折です。と告げた。行き先も設定していないのに、おかしい。しかもさっきの細い路地だった。また何か誤作動を起こしたのかとも思ったのだが、正直気になる。意味があるような気がした。路肩に車を止めしばらく悩んだ末に、もう一度行くことにした。なぜかはわからないが行かなければいけないような気がした。ポン、100メートル先目的地です。ほどなくして先ほどの神社の場所に到着した。愛ちゃんから。目的地に到着しました。お疲れ様でした。とアナウンスされない。電源が入っていなかった。なんだか無性に怖くてたまらなくなってしまった。窓の外を見るともう真っ暗で、車のライトで照らされた鳥居だけがフロントガラスから見える。暗くなっているから先ほどよりも一層不気味に感じる。ここまで来たはいいが車から降りる気にはやっぱりなれない。車を Uターンさせようと少し神社の敷地に入り車を動かしていると、視界の隅に人のシルエットを見たような気がして、その方向を向いたが人なんているはずもなく、気のせいだったと安堵していると、助手席のドアがガチャ、と開き。何しにいらっしゃったのですか？びっくりした。心臓が止まるかと思った。そこには白髪の老人が立っていた。どこにでもいそうな普通の服を着た老人だった。見た目は70歳ぐらいだろうか。その老人曰くその神社の管理者らしく、今日はたまたま神社に用事があり来ていたそうだ。自分の愛車の自転車が壊れたので、近くの家まで乗せてくれとも頼まれた。断る間もなくその老人は車に乗ってしまったので、頭真っ白な俺は。あ、はい。としか答えられなかった。老人の家はそこからまだ上に行くとのことなので、また車を Uターンさせ山道を登った。道中またあの質問をされた。それで、あなたは何しにいらっしゃったのですか？
老人に対してスマホに誘導されて、なんて言っても多分え？で終わるだろう。と悩み返答に困っているとまた質問が来た。失礼なこと言うかもしれませんが、もしかして死のうとしてここに来たのですか？死にたいと日頃思っているものの、別にそんな理由で来たのではない。ましてや自分で死ぬ勇気なんてない。またもや返答に困り短く。いや、別に。と小首をかしげ小声で答える。すると老人は深い安堵らしきため息をついてこう言った。昼間も来ていましたよね。その時鳥居をくぐってませんか？どこで見ていたのだろうか？またも短く。ええ？と答えると、少し先にログハウスのような雰囲気のいい建物が見えてきた。どうやらここが老人の家のようだ。車を家の近くに止め。ここですか？と尋ねるが、質問が宙を飛び老人が話を続ける。そうですか。よかった。その老人は少し安堵するようにため息を吐き、話を続けた。鳥居をくぐってしまうと、帰ってこれないのですよ。ここの神様は良くないものになってしまった。多分あなたも誘われたのでしょう。ゾッとした。雲がいたから入らなかっただけで、もしいなかったら鳥居をくぐっていただろう。家の前に車を止めもう一度。ここですか？と尋ねる。ええ、ありがとうございました。本当に助かりました。実は昼間に来たあなたのことが心配で見に来たのですよ。帰りは何があっても車を止めてはいけませんよ。そう告げると老人は助手席のドアを開け降りていった。車を降りた老人はこちらに振り返り、俺の顔を見た後に後部座席をなぜか見た。そして目を見開き。出てけ。と一括。今までの柔らかい口調ではない乱暴な言葉と、鼓膜が破れそうな大声に体がビクッとなり、運転席側のドアの上についてる取っ手に勢いよくぶつけてしまった。それを見た老人は、いやー気にしないでくださいね。と言いドアを閉めた。またもや頭真っ白な放心状態。だがもうここから離れたいと思う気持ちが強く体が勝手に車を発進させた。今日はよく U ターンをする日だとも頭の片隅で思いながら、車の進行方向を変えた時には、もう老人の姿はなかったが気にも留めず来た道を戻る。少しして鳥居が右手に見えてきた。鳥居を見ずに帰ろうと強く思いはしたものの、視界に入ってしまう。無意識にアクセルを強く踏みスピードを速める。鳥居まであと20メートルくらいだろうか、突然黒い何かが鳥居から飛び出してきた。スピードを上げていたため、ブレーキを踏むが止まることもできず、タイヤが、ゴッゴッと鈍い音を出し、ブレーキを踏む足に気持ちの悪い感触が残った。無意識に引いた何かを確認するために車を降りた。すると突然、胸ポケットに入れていた愛ちゃんの無機質な声で、目的地に到着しました。お疲れ様です。とのアナウンスが大音量で流れた。思わずのけぞり腰が抜けてしまった。車を降りたばかりで、運転席のドアにもたれかかるような形になってしまった。目の前の暗闇に浮かび上がる真っ赤な鳥居はとても異様な雰囲気だった。一刻も早くこの場所から離れたかったが体が思うように動かせず、上半身をねじり地面に手をつき、なんとかハイハイの格好になってドアの取っ手に手をかけた。ドアを開ける手のひらにねっとりした液体がついていることに気がつき、泥かと思ったが雨はここ最近降っていない。しかも地面から凹凸の匂いがした。暗闇だが車のヘッドライトの明かりが当たりに反射してるので地面がなんとなく見える。地面は前輪のタイヤから真後ろにかけて色の濃さの違う土が筋状に伸びていた。それを目で追っていくと、小動物の死骸がテールランプの赤い光に照らされて横たわっていた。野良猫ぐらいの大きさだったが原型がわからない。かわいそうなことをしてしまったと思っているとどこからか。ザッザ、ザッザ、と継続的な音が聞こえてきた。ドアの取っ手に手をかけた状態で音の出所に目を向けると、鳥居から黒い人のシルエットをしたものが、ほふく前進をするようにまっすぐ死骸に向かってきていた。この世のものではないと思った。そいつは上半身だけしかない。全身に鳥肌が立ち恐怖で動けない。俺と小動物の死骸まで5メートルもないし、音を出すとそいつが俺の方に向かってきそうで目が離せない。とうとうそいつは小動物の死骸までたどり着くと、勢いよく掴み音を立てながら食い出した。股間が熱くなり失禁したことに気づき、逃げなければ殺される。不意に頭の中にその言葉が連呼する。そいつは食うことに夢中の今しかない。そう思いドアの取っ手を勢いよく引いた。想像ではそのまま一気に車に乗り込んでドアを閉める構図だったが、恐怖で全身に力が入りすぎていて行動が遅く、しかもうまく車に乗り込めない。
もたもたしていると、そいつがこちらに振り返り、そして、ザ、ザッザッザッザ、とさっきより速いスピードでこちらに向かってきた。なんとか車に乗り込みドアを閉める瞬間にそいつが見えた。ドアが閉まる一瞬がとても長く思えた。ギアをドライブに入れアクセルを全開まで踏みその場を離れた。心臓のバクバクする音がだんだんと収まってきた。と同時に全身が震え出したその時、愛ちゃんのアナウンスが流れた。ポン、目的地まで50メートルです。え？ポン、目的地まで30メートルです。どこが目的地？ポン、目的地まで5メートルです。国道までなのか、とも思ったがまだ先のようだ。サイドミラーに何か映ったような気がした。耳元で。死にたいのだろ。と聞こえた。ポン、目的地に到着しました。お疲れ様でした。彼女との出会いは、某 SNS の地元民サークルだった。会社と家の往復と、たまに誘われる同期との飲み会、ことあるごとに俺に立てついてくる部下、無理難題を押し付けてはイチャモンをつけてくるいけすかない上司。そんな日々のストレスを発散しようと参加した場所だった。簡単な挨拶を交わすと、自宅の周辺や、よく利用する飯屋や居酒屋なんかの話で盛り上がったりもした。なんとなく楽しかった。毎日訪問して、だんだんメンバーと打ち解け、敬語だった会話がため口に変わる頃、彼女は現れた。はじめまして。こういうとこに参加するのって初めてでよくわかってない素人ですが、これからよろしくお願いします。ある日覗くと、新規参加者が必ず挨拶をすることになっている自己紹介スレッドが上がっており、そこにはマリカというハンネとアイコンとともに、挨拶文が打ち込まれていた。リアルでもそうだが、新しく集団に入るときは、いろいろと不安で心細いものだ。ましてこんな顔も見えない文字だけの世界では、自分の打ち込んだレスに話しかけてもらえないと、孤独感に苛まれる。俺もそうだった。きっと彼女も返事が返ってくるまでは、そわそわしていることだろう。そう思い、ノートパソコンのキーボードを叩いた。はじめまして、たけしです。これからよろしくね。雑談に移動しておしゃべりしましょう。そう打ち込んでサークルのトップ画面に戻り、そこからスレッド一覧へと飛んだ。すでに雑談スレが一番上に上がっている。早いな。少し笑って、雑談スレを開く。お返事ありがとうございます。誰も話しかけてくれなかったらどうしようって不安だったので、すごく嬉しいです。かわいいな。それからしばらくお互いの自己紹介も兼ねて他愛もない雑談をして、日付が変わる頃にパソコンを閉じた。なんだかとてもウキウキしている俺がいた。マリカは、今年25歳になったばかりの OL だそうだ。仕事は楽しくやりがいもあるが、元来抜けているところがあるせいか、上司には怒られてばかりだという。今日もシュレッダーを頼まれた書類を、間違ってコピーしてしまい、部署のメンバーが笑いを絶えている中、呆れたように上司から説教をされたらしい。俺の頭の中で勝手にイメージされた、肩より少し長いストレートヘアのマリカが、コピー機の前で上司から説教されながら肩をすくめてうつむく後ろ姿を想像して、クスクスと笑いながら、久しぶりに心地よい眠りに落ちた。会社では相変わらず無理難題を押し付けてくる上司が、頭ごなしに俺を怒鳴る毎日。上司から受けた指示を部下に回すも、ふてくされて返事もろくにせず、面倒くさそうにデスクに戻る部下の背中。ああ、まったくどいつもこいつも。だが最近の俺は、そういう日々のストレスもあまり苦にならなくなっていた。帰宅して風呂上がりに飯代わりのつまみとビールをちびちびやりながら、マリカや他のサークル仲間とする会話が、俺のささくれた心を癒してくれているからだ。最近は、ほとんどマリカとばかり話している気がする。ふとそんな感じがして、なんとなくスレッドを一つ一つ読み直してみた。どこのスレッドにも、ほとんど俺とマリカの会話ばかりで、たまに子さんのメンバーと一言二言言葉を交わしているだけ。しかも遡っていくうちに気づいたのだが、マリカに話しかけているのは、俺以外誰もいない。うん？俺が参加した時は、挨拶した途端いろんな奴が話しかけてくれた。それはその後新たに参加したメンバーの時も同じだった。だがマリカに対しては、挨拶への返事も、雑談やその他のスレッドでのマリカの書き込みに反応する者もいない。もちろんマリカに呼びかけて会話を促す者も一人もいなかった。そんなに話しかけがたいような子でもないし、たまに会話が噛み合わなくて笑うこともあるが、明るくてきちんとした子だ。
俺との会話が盛り上がりすぎて、入り込みにくかったんだろうか？いや、それにしては、他のメンバー同士での会話もほとんど上がっていない。たまに誰かが書き込んでも、それに対する俺の返事に、もう一度だけ返事を返してくるくらいで、あとはいくらコメントしても返事が返ってくることがない。気にしていなかったので今まで気づかなかったが、明らかにこれまでとサークルの雰囲気が変わっていた。いつもは風呂から上がるとすぐに、ビール片手に。ただいまー。と打ち込むと、すぐさまマリカから。おかえり。お疲れ様。と返事が来て会話が始まるのだが、その日は帰宅したことを知らせるコメントを打ち込むのも忘れて過去スレを読み漁っていた。やっぱりおかしい。マリカが自己紹介をした日から、俺以外のメンバーの書き込みがほとんどなくなっている。パソコン画面に食い入るように見入っていると、メールの受信音が響いた。スマホの方だ。俺は何も考えずに、そのメールを開いた。そこには。よう、久しぶり。サークルではあんま話さなくてすまね。実はお前に知らせておきたいことがあってよ。これに気づいたらメールしてくれ。サークルのメンバーでも特に仲良くなり、お互い自宅が近いこともあって、実際に会って飲みに行ったりしたやつからだった。名前はスグル。よう、久しぶりだな。どうしたんだよ。そう打ち返す。しばらく待っていると、またスグルからメールが届いた。あのよ、せっかく仲良くしてるとこに水差すみてえで悪いんだけど、あのマリカって女は気をつけろ。あまり深入りはすんな。リアルであったりとか、連絡先教えたりとか、絶対すんなよ。は？何言ってんのこいつ。俺はムッとしながらも、勤めて普通に。え、なんで？なんかあんの？まさかやきもちとか？別にいい子だよ。と返した。またしばらく待っていると。とにかくあいつはやべえんだ。サークル内で他愛もない会話するぐらいにしとけ。自宅や会社近辺の情報も、絶対教えるなよ。と書かれている。何がなんだか全然飲み込めない。いや、何がやべえんだよ。理由話せよ。俺がムッとしているのを悟られるかもしれない。だが知ったことか。ちゃんとした理由も告げずに本人のいないところでそんなことを言うなんて、俺のことを思っての行動だとしても、悪口じゃないか。サークルでは全く会話すらしてない相手の悪口を言うこいつに、内心がっかりしていた。かなり長い間を置いて、またメールが届いた。サークルの他のメンバーも、お前以外誰もあいつに話しかけないだろ？他のメンバーは知ってるんだ。あのサークル、実は新しく作り直したものなんだ。そう言って始まったメールは、かなり長いメールだった。以前さ、今のサークル名とは全く違う名前でサークル立ち上げてて、そこで今のメンバーとやりとりしてたんだ。その時、解説して間もなく、あのマリカって女が参加してきた。今もそうだけどよ、自由参加設定だろ？承認とか面倒くさい設定にしてないから、興味を持ったやつなら誰でも入れたんだよ。で、あんな風に普通にやりとりしてたんだ、最初は。しばらくしたらさ、今はもうメンバーの中にはいないけど、その時いたメンバーの一人と、やたら親密なやりとりし始めたんだよ。お互い半音を呼び捨てで呼び合って、会話もまるで恋人同士みたいなさ。で、みんなも面白がって茶化したりして、メンバー公認のネット上での恋人みたいになってたんだ。そのうち、多分個別にやり取りしてお互いの住所とか、連絡先とか交換したんだろうな。サークルでははっきりとは書き込んでなかったけど、同じ日に同時に飯食いに行った店の名前とか、旅行で行った場所とかを書き込んでくるのが目立ち始めたんだよ。みんな、ああ、リアルであったんだなって、黙認してた。ところがある日さ、そいつから俺に個別メールが来たんだ。助けてくれ。で、どうしたって聞いてもさ、マジやべえ、どうしよう。助けてお願い。怖い。って返事ばっかり。そしたら同じ日に、別のメンバーからも個別メールが届いたんだ。もちろんそいつのことで。その後分かったのがさ、そいつ、同じ日の同じ時刻に、メンバー全員に助けを求めるメールを送ってきてたんだ。みんなで何度も個別に呼びかけたんだけど、その後ぱったり連絡が途絶えた。そしたらある日、サークルからのお知らせメールが届いたんだよ。そいつが脱退しましたって。俺管理人じゃん。メンバーの出入りがあるとメールが来るのよ。でさ、は？ってなって、そいつのホームに飛んだわけ。そしたらさ、すでに退会されたユーザーですって表示されて、入れなくなってたの。
誰にも何も言わずにいなくなってて、すげえ心配したんだけどよ。そいつが助けを求めてきた時、サークルでなく個別メールにしたことに、何らかの理由があるんだろうと思って、俺たちはそいつのことに関して話す時は、メールにしてたんだよ。サークルでは、あくまでも普通に振る舞ってさ。そしたらある日、サークルの要望スレが上がっててよ、覗いたんだよ。血の気が引いたね。あの女が前日の深夜から俺が覗くほんの少し前までびっしりと、そいつのことを質問してんの。急にいなくなってるけどどうしたのかとか、電話してもメールしても返事がないとか、職場に行ったらすでに辞めてて、アパートももぬけの殻だったとか、誰か居場所を教えてくれとか。夜中からずっと何百件も。今もだけど、みんな仕事があるからさ、サークルに書き込んでくるのって大抵夜だろ？だから誰もコメント返してなかったんだ。仕事終わって俺がサークル開くまでの間、誰も反応がないからイラついたんだろうな。時間が経つにつれてだんだん言葉が乱暴になっていっててさ。誰か答えろよ。とか。隠してんの分かってんだからな。とかさ。それ見てたら、個別メールが来て、恐る恐る開いたら、サークルからのあの女が脱退したことを告げるメールだった。内心ほっとしたんだけどよ。それでも、油断できないからすぐに承認制に切り替えて、スレも参加者しか見れない設定に変えて、残ったメンバーで震え上がってた。それからしばらく、あの女が何度も申請してきたんだよ。自分から脱退したのに、意味わかんねえし、不気味だし、みんなに話して一旦解散したの。で、しばらく様子を見てたら、あの女が退会したのがわかったからさ、改めて名前を変えて立ち上げたの。それでもまたいつ現れるかわかんねえから、お前が参加してくるちょっと前までずっと承認制にしてたんだけどよ。あの女が退会してもう何年も経つし、もう大丈夫だろうってことで、自由参加型に戻したんだ。そしたらある日サークルからマリカさんがサークルに参加しましたってメールが来ただろ。もう震え上がってさ。それでもたまたまハンネが同じなだけで、全くの別人かもしれないから様子見てた。でも間違いなくあの女なんだ。前のサークルであの女が言ってた自宅近辺だとか、よく行く店だとか、話し方だとか、全部一緒なんだ。あの時のあのメンバーがどうなったのか、何があったのか何をされたのかはわかんねえけど、普通いきなり職場もアパートも引き払って行方不明になったりしねえだろ。大の男がこそこそ逃げ出さなきゃなんねえくらいヤバい奴だったってことなんだよ。サークルでも無視しろなんて言わないが、とにかく個人を特定されるようなことだけはすんな。絶対だ。バカバカしい。確かにそのマリカって女の話はゾッとしたけど、今いるマリカと同一人物なんて、なんで言い切れるんだよ。大体、あのサークルは地元民を募ってやり取りしてるんだから、たまたま同じ場所に住んでて、たまたまよく行く店に同じものがあったってだけだろ。話し方だって、文字だけの世界なんだ。似たような書き込み方する女の子なんて5万といるだろ。たったそれだけの情報で、そのマリカと彼女を同一人物だと決めつけるなんて、馬鹿げてる。まあ、以前そういうことがあったから、俺を心配して言ってくれてるのはすげえ嬉しいけど。そんなことをぼんやり考えながら。サンキュ。まあ、あの子がそいつと同一人物かはっきりとはわかんねえけど、気をつけるわ。とだけ返しておいた。絶対だぞ。気を許したりすんなよ。とまたメールが来たが、もうそれには返さなかった。マリカがその女かどうかなんて、わかんねえだろ。たまたまだよ、たまたま。明日は仕事が終わったら、マリカと約束してるんだ。いつも行くバーの、一番奥のカウンター席で、開店してすぐに一緒に飲もうって。そしたらその時に、番号とかも交換しようって約束したんだ。久しぶりに彼女ができるかもしれないってのに、そんな昔の女の話でひるんでられるかよ。俺は残りのビールをぐいっと煽り、その日はもうサークルに書き込みせずに眠った。翌日、俺はいつにも増して精力的に仕事をこなし、定時で退社した。帰宅してから念入りに体を洗い、軽い食事の後いつも以上に時間をかけて歯を磨くと、約束のバーに向かった。開店時間の5分前に到着すると、腰までの長いストレートヘアの女性がうつむいて立っているのが見えた。マリカ？遠慮がちに若干小声で呼びかけると、その女性は弾かれたように顔を上げ、こちらを向いた。たけし？顔は絡めながら聞いてくる。俺はなぜだかほっとしながら。ごめん、待った？と彼女に近寄る。今来たとこ。はにかんだ笑顔で答えるマリカ。かわいいな。
その後改めて初めましての挨拶を交わし、お互いに吹き出した。連絡先を交換し終わる頃、バーの看板に明かりが灯り、鍵の開く音がした。二人で中に入り、いろんな話に花を咲かせながら遅くまで飲んだ。明日はお互い仕事が休みということもあって、俺は密かにドキドキして落ち着かなかった。そろそろ帰ろうか、となった時。ちょっと飲みすぎちゃったみたい。マリカが俺の肩に寄りかかってきた。来たー。これは誘ってるだろ。これに乗っからないなんて男じゃねえだろ。内心鼻息の荒くなる俺をなんとか抑えて。うちで少し休む？しまった。声が裏返っちまった。いいの？俺の肩に頭を乗せたまま、上目遣いの潤んだ瞳で聞いてくる。ぐー、やべえ。いいよ。水飲んで少し休んでいきなよ。興奮して声が大きくなっていたかもしれない。だがそんなこと気にしてる場合じゃない。マリカがヨロヨロと立ち上がる。行こ。ふらふらしながら俺に手を差し出してきた。その日、俺たちは男女の仲になった。今は俺の腕枕で、すやすやと寝息を立てている。マジか。マジでか。俺は幸せを噛みしめながら眠りについた。LINE も繋げた俺たちは、それからというもの毎日何度もやり取りをした。いつの間にか、サークルへ顔を出す頻度も落ちていっていた。時折スグルから心配するメールが届いたが、昇進して仕事が増え、なかなか時間が作れないってことにしといた。たまに顔を出すと、独り言のようにマリカが書き込んでいた。多分、俺たちのことを悟られないように気を使ってくれているんだろう。だがマリカの書き込みに返事を返す奴は、相変わらずいなかった。休みの前日は必ず会い、必ずマリカが泊まっていった。朝起きるとすでにできている朝食。一緒に映画を見に行ったり、ショッピングに行ったり、たまに遠出してデートしたりもした。何もかもが幸せだった。ちょっと気になるのは、マリカのくれるメッセージに俺がすぐに返事をできない状態になると。忙しいのかな？どうしたの？何かあった？返事して。私のこと嫌いになった？こんなにしょっちゅう連絡したら、鬱陶しいよね。しばらく連絡控えるね。などと5分と空けずに何十件ものメッセージを打ってくることだったが、あまり男性経験がないと言っていたし、不安なんだろうと納得させた。しかし年末も近くなり、本当に仕事が忙しくなってきて、昼の休憩も取れなかったり、残業も当たり前になってきた頃、俺は違和感を覚え始めた。いや、実際はもっと前から感じていたのかもしれない。それをいろいろ理由をつけて、目を背けていたのかもしれない。ほとんど休憩が取れず、毎日深夜まで残業して帰宅して LINE を開くと、必ず100件近いメッセージがマリカから届いている。慌てて事情を話して謝ると。よかったー、嫌われたのかと思った。ごめんね、仕事で疲れてるのにこんな面倒くさいメッセージばっかり送っちゃって。といつものマリカに戻るのだが、俺の仕事中に送られてきているメッセージの送信時刻が、おかしいのだ。彼女も仕事をしているはずの時間に、延々と送られてきている。仮にこっそりスマホを操作していたとしても、ずっとそうしているのではないか、というくらい延々となのだ。5分と空けずに、こんな年末のクソ忙しい時期に、何時間もスマホに張り付いているなんて、普通に考えたら到底不可能だ。俺はそれとなく聞いてみた。仕事中にこんなにメッセージ送ってきて、上司に見つかったりしないの？速攻で既読がつき返事が返ってくる。うん、大丈夫。うちの会社暇だから。本当だろうか？まあ、彼女がそう言うんだから、信じておこう。そう言い聞かせて。そっか、心配だから、ほどほどにしとけよ。と送り。今日も疲れたからごめん、寝るね。とラインを閉じ、通知をオフに切り替えた。お休みと終わりたい胸をやんわりと伝えても、その後しばらく延々と彼女のメッセージが送られ続けてくるからだ。正直、ちょっと怖い。以前スグルのくれたメールの内容が時折頭をかすめるようになっていた。来ちゃった。ある日帰宅すると、ドアの前にマリカがいた。俺は正直ゾッとした。明日は別に休みでも何でもない。普通に仕事だ。お互いに。え、大丈夫なの？明日も仕事でしょ？二人とも。少し声が震えていたかもしれない。迷惑だった？悲しそうな顔をしてマリカが言う。あ、いや、大丈夫なんだけどさ。そっか、よかった。明日はここから直接仕事に行こうと思って。え？マリカの手に、パンパンに膨らんだボストンバッグが握られている。
マジか。俺、明日大事な会議があるんだよな。だけど帰ってほしい、と言えない小心者の俺は、流される形でマリカを止めた。案の定、マリカは朝が早いから早く寝たいという俺を無視して、日付が変わっても俺を話してはくれなかった。何度も何度も求められ、やっと解放されたのはあと2時間で起きる時間って頃だった。残業で疲れているところに明け方近くまで寝かせてもらえなかったせいで俺は寝坊してしまい、慌てて家を飛び出した。バタバタと靴を履いている俺の背中に。あ、ねえ朝食はちゃんと食べないと。というマリカの声がしたが、振り向く余裕もなく。ごめん。会議に遅刻したらやばいから。それだけ言って駅へと向かった。会議の後、トイレに行ったついでに恐る恐る LINE を開くと、やっぱりものすごい数のメッセージが届いていた。内容は、せっかく朝食作ったのに、食べてもらえなくて傷ついた、って感じのものと、いつまでも寝かせてあげなくてごめんね、というものだった。その最後に、とっても気持ちよかった。愛してる。というメッセージがあるのを見て、俺はなんだか不快な気持ちになった。それから、マリカの行動はどんどんとひどくなっていった。突然訪問してきて朝までなんて当たり前で、会社前で待ち伏せしてることもしょっちゅうあった。相変わらず LINE のメッセージはものすごい数で、俺はもうほとんど読まずに。終わったよ。お疲れ様。としか打たなくなっていた。だんだん俺の自由な時間は奪われていき、睡眠時間もまともに取れなくなり、仕事に支障が出るようになってきていた。上司からの風当たりも以前に増してひどくなり、このままでは、今の地位を維持することも危うくなってきた。マリカがまた連絡なしに俺の家に来た日、俺はついにマリカに突きつけた。ごめん。もう無理だ。別れてくれ。ギョトンとするマリカ。その顔を見るのも、正直嫌で仕方ない。え、なんで？私たちうまくいってるのに。あ、わかった。仕事が忙しくて辛いんだね。私は大丈夫だよ。落ち着くまではデートとかしなくていいから。会話が微妙に噛み合わない。違うんだ。君が。君のことがもう無理なんだ。またしても意味がわからない、と言いたげな顔。やだ、私がすぐあんなメッセージ送るから自分を責めてるんだね。うふ、大丈夫だよ。ごめんね、どうしても返事がすぐ来ないと、あんな風に打ってしまうんだ。今度から気をつけるね。心配してくれてありがとう。どうしてそう受け取れるのか理解できない。君が嫌いになったんだよ。もう別れよう。帰ってくれ。二度と来ないでくれ、家にも、会社にも。もうマリカの顔を見る心の余裕はどこにもなく、うつむいたまま叫んでいた。そっか、たけし、すごく疲れてるんだね。そんな時は冷静になれないだろうから、今日は帰るね。ゆっくり休んでね。元気になったら美味しいご飯作りに来てあげる。声色からニコッと微笑んで言ってるのがわかる。なんでだ。なんで通じないんだ。スグルのくれたメールが頭の中をぐるぐる回る。あの女には絶対に深入りするな。どうしてあの時もっとちゃんと話を聞かなかったんだ。今更後悔しても、遅かった。それからというもの俺は、マリカとのトークルームは絶対に開かないようにした。それでも毎日何百件ものメッセージを告げる表示が更新されていく。ブロックした。だが、そうすると次は着信表示が何十件と来るようになった。仕事中だろうが、帰宅後だろうが、休みだろうがお構いなしだった。着信拒否にした。そうすると、次は会社で待ち伏せされるようになった。最初は油断していて鉢合わせしてしまい、逃げるのに一苦労した。それからは、表の出入り口は使わず、非常口から裏手に回って帰宅するようにした。同僚にも相談し、マリカの写真を見せ、会社を出るときに周りを確認してもらうようにした。しばらくはなんとか平穏に過ぎていった。だが、俺にはとてつもない不安があった。俺はまだマリカが完全におかしくなる前に、俺が帰宅してなくても外で待たなくて済むようにと、合鍵を渡していたのだ。それでもマリカは、俺が帰るまでいつも外で待っていたため、最近まで合鍵のことをすっかり忘れていた。だがある日、家の中に違和感を覚えたのだ。何がどうってのはわからなかったが、朝出た時とはなんとなく雰囲気が違うような、物の位置が変わってるような、そんな気がしたのだ。まさか、気のせいだよな。そう言い聞かせて、自分をごまかした。それがいけなかった。年末も押し迫り、あと数日頑張れば会社も休み、という頃。俺は相変わらずの深夜までの残業で疲れ果て、風呂もそこそこに布団に潜り込んだ。睡魔はすぐに襲いかかり、あっという間に眠りに落ちた。
し、た。なんだ、何の音だ。た、し、消し、たけし。俺は跳ね起きた。いや、跳ね起きようとして、その瞬間ガクンと布団に戻された。なんだ、体が動かせない。暗闇の中必死に体をもぞもぞさせていると。うっふ、起きた？という女の声がすぐ耳元でした。心臓が跳ね上がり、体温が一気に下がるような感覚に襲われ、油汗が滲む。やっぱり来やがった。くそ。残業続きで鍵を変える暇もなく、ずっと放置していたせいで、マリカは合鍵を使って上がり込んでいた。心配したよ。LINE も既読つかなくなっちゃうし、電話もいつかけても話中だし。だから直接会いに行ったのに、いつの間にか帰っちゃってるし。仕方ないから、合鍵使って入っちゃった。抑揚のない声で、マリカが耳元に囁く。帰ってくれ、と言おうとした時、口も塞がれていることに気がついた。ガムテープが貼られている。ゾワゾワと嫌な予感が全身を包み込んでくる。会社が行けないのよね。毎日毎日こんな遅い時間まで残業させて、私たちの中を引き裂こうとして。何かをごそごそ言わせながら、まるでロボットみたいにマリカが喋っている。なんだ、何をしてるんだ。たけしは責任感強いし、どんなにブラックな会社でも、仕事放り出して会社を辞めるなんてしないだろうから。何を言ってる？このままだと、私たちいつまでも会えないし。もしかしたら仕事が落ち着く前に、たけしが壊れてしまうかもしれないし。やめろ。何をする気だ。もう嫌な予感しかしない。最悪の結末しか浮かばない。だからね、たけしを、そんな地獄から助けてあげる。そしてもう離れていかないように、私がしてあげる。うっふ、とマリカが笑った。同時に、腹のあたりに焼けるような凄まじい感覚が走る。うぐ。ガムテープで塞がれた口からくぐもった声が漏れる。いてえ、いてえいてえいてえ。やめろ、やめてくれ。ぐちゃっと嫌な音が耳に届いた次の瞬間には、また凄まじい痛みが襲ってきた。うっふ、うっふふふふ。笑いながら、俺の腹を何度も何度も何かで突き刺してくる。次第に薄れていく意識の向こうで、マリカの声が聞こえた。もう、離さないよ。はじめに、この件は僕の勘違いか、あるいは妄想かもしれないということを断っておきます。その日は日曜日でバイトも休み。特に予定もなく僕は部屋でゴロゴロ漫画を読んで過ごしてました。正午頃安田という大学の友達から、そっち遊びに行っていい？というメールが入ったので OK と返しました。僕は散らかったゴミを片付け、お茶を沸かし、プレステをセットするなどして準備していると安田が来ました。部屋に上がった安田は片手に紙袋を下げていて、僕は差し入れか何かだなと思ってひったくって中を見ました。綺麗に折りたたまれた上着が入っていました。紺色のピーコートです。俺こういうのに合わないんだよな。というと、別にお前にやろうと思って持ってきたんじゃない。と、安田はこのピーコートを購入した古着屋に用事があるから僕についてきてほしいと言いました。その店は大学からも近く、僕も何度か買い物をしたことがあったし、遊び飽きたゲームを売ったこともあります。総合リサイクルショップとでも言うんでしょうか、古着屋の他にも中古の家電や家具などを扱う店舗が一緒になったところです。その時点では安田の目的は不明でしたが、僕は掘り出し物を期待して早速安田と店へ向かいました。日曜ということもあってか店内は賑わっていて、大学で見た顔とすれ違ったりもしました。僕がジャケットのコーナーを物色していると、安田に腕を引っ張られてレジへと連れて行かれました。先日こちらでこのコートを買ったものなんですけど、ちょっとお伺いしたいことがあって。返品でもするのかなと思って、僕は黙って見ていました。店員もそれを察したようで、事務的にまくし立てます。ありがとうございます。どこか傷んでいたりした場合は価格にも反映させているつもりなんですが、レシートは保管されてますか？言い終わらないうちから安田はかぶりを振って。いえ、そうじゃないんです。このコートをこちらで売った人って、どんな人かなと思って。なんて言い出しました。店員は怪訝な顔で、そういうお客様個人の情報はお教えできない決まりだと予想通りの返答をした後、すいませんと言って会計作業に戻ってしまいました。僕は安田に、趣味の悪いことはやめろ。と諌めたのですが聞きません。店員が客の対応に一段落すると、
懲りずにまた話しかけます。この際名前や住所なんかはいいんです。とにかく無事だったのかどうか、対応した店員の方おられません。困った店員に代わって店長が出てきて僕もいい加減見ていられなくなった時、ふと入り口の自動ドアを見てぎょっとしました。僕の見知った顔が衣類の詰まった段ボール箱を持ってやってきました。ちょっとした事情があってその人と鉢合わせるわけにはいかなかったので、僕は安田を強引に引っ張って店内を迂回し、気づかれないように外へ出ました。安田は、おいなんなんだよ。と不機嫌な様子でしたが、それより、お前の方こそなんなんだよ。と僕も噛みつきました。お前のやってることは非常識だとその場で説教したんですが、安田は、理由がある。と言ってまた店に戻ろうとします。僕としてはだらだらここに溜まっているのもまずいと思い、とにかく一旦自宅へ戻るように促しました。ところがしばらく歩いたところで、やっぱりここまで来たんだから。と安田が来た道を戻り始めました。僕は、勝手にしろ。と言ってそのまま部屋に帰りました。それから30分もすると、何やら興奮した様子で安田が戻ってきました。僕が説明を求めると、頭がおかしくなったと思わないでくれよ。と断ってから、すべてを話してくれました。安田があの店でピーコートを買ったのは1週間ほど前。授業の合間に何の気なしに店に立ち寄ったところ、欲しかったものと型がそっくりのコートを見つけて衝動的に購入したそうです。その日からそのコートを羽織っていたのですが、同時に毎晩おかしな夢を見るようになったと。その夢の内容はこういうものでした。気がつくと安田は見知らぬ部屋に立っており、目の前にこれまた見知らぬ女性が床に突っ伏して泣いている。安田はその女性に別れを告げ、部屋から出ようと背を向けてドアに手をかけるが、その瞬間後ろから羽交い締めにされる。そのまま仰向けに倒されて見上げると、女が血走った目で安田を睨みつけている。涙を拭ったせいか、目の周りは化粧が崩れて真っ黒になっており、とても正気とは思えない。安田が何かを叫ぼうとすると、タオルか何かを口の中に押し込まれ、苦しくて暴れる。女はおもむろに隠し持っていたらしい包丁を振り上げ、奇声を上げて安田の胸元へ振り下ろす。刺されたところがじわりと濡れるのを見ながら、自分が着ているのが古着屋で買ったピーコートだと気がつき、そこで目が覚める。安田は、これを見てくれ。と言って紙袋からコートを出し、僕にわかるように胸ポケットのあたりを見せました。ポケットの縫い目とほとんど重なっているのでしばらくわかりませんでしたが、よく見ると補修した跡がありました。ここが夢で刺されたところだ、ということは言われなくてもわかりました。夢で見たことをこんなに騒ぐのはおかしいって思うかもしれないけど、前の持ち主が刺されたんだってことを、俺はもう確信してる。僕は話を聞きながら、平静を装うつもりで呆れたような態度をとっていましたが、内心は興味深いと思っていました。これを売りに来た持ち主が無事なのか、ずっと気になってて、それで店員に確かめたかったんだけどさ。安田はそこで僕の顔をじっと見つめてこう言いました。さっき一人で店に入ったら、会っちゃったんだよ。夢で見た女に。僕はふと店でのことを思い出し、背中に冷や汗が吹き出すのを感じました。まさかとは思いましたが、携帯を取り出し、この女か?と言って安田に一枚の写真を見せました。案の定でした。安田は、なんで?とつぶやくと信じられないという顔で僕を見上げます。これは僕の彼女だと安田に説明しました。僕が逃げるようにして店を出た理由は、彼女が入店してきたからです。実はこの日、僕は丸一日バイトだと彼女に嘘をついていたんです。彼女から遊ぼうと言われていたんですが、会いたい気分じゃなかったので、あの場で鉢合わせると面倒でした。付き合い始めて一週間だったんですが、僕はもう彼女と別れたいと考えていました。日常の会話の中でも突飛なことを口走る子で、あまり僕と波長が合うとは思えませんでした。何よりまだほとんどお互いのことを知らないのに、同棲したいとしつこく迫る彼女に辟易していたんです。彼女と知り合ったのは友達の代打で出席した合コンです。知り合ったその日に彼女の部屋で一晩過ごしました。朝には付き合おうと言われ、承諾しました。僕自身浅はかだったことは認めます。今この状況で思い返してみると、あの日彼女の部屋で見たあらゆることが悪い妄想となって蘇りました。うまく隠したつもりか、丸めた玄関マットの下に男物の靴の先が覗いているのを僕は見逃しませんでした。たまに泊まりに来るお兄ちゃんのもの。
だと言っていたのを信用したんですが、本当でしょうか。カーテンの隙間からチラチラとベランダが見えたのですが、そこに干してあった黒っぽい大きな上着、あれも兄のだと言っていましたが、あれはピーコートだったような気がします。兄のものだとして、あんなものたまに来る妹の自宅で洗濯するでしょうか。それに浴室へ入ることを堅くなに拒否していたことも気になります。シャワーを浴びたいと言っても許してくれませんでした。なぜ浴室へ入れなかったのか、何かとんでもないものを隠していたんじゃないか。もちろん、全ては想像に過ぎません。杞憂だと信じたいのですが、僕はすでにそうした想像に飲まれていました。携帯の画面に映し出されている彼女の顔を、気の狂った殺人犯としてしか見られなくなっていたのです。その瞬間、危うく携帯を落としそうになりました。着信音が鳴り響きます。彼女からです。僕は安田と顔を見合わせたまま、携帯が鳴り止むのを待ちました。それからは彼女と連絡を断ちました。しばらくの間は彼女からの電話やメールが止まりませんでしたが、ずっと無視しているとやがてなくなりました。幸い彼女には自宅の住所は教えていませんでしたし、押しかけてくるようなこともありませんでした。僕はすべてなかったことにしてしまいたかったのですが、安田はそうではありませんでした。彼女の自宅周辺で若い男性が殺傷事件に巻き込まれなかったか、探偵気取りで調べ始めたんです。結果的にはそういう事件はなかったようなんですが、一つ、ある男子学生が音信不通になったという情報があったそうです。安田はそれをしつこく調べていて、いよいよその学生のご両親とコンタクトを取るという報告がありました。僕としては彼女のことなど思い出したくもなかったので、報告など聞きたくないと言いました。ところが残念ながら、僕と彼女の縁は切れていなかったようです。前兆らしいものもなく、まさに不意打ちでした。サークルの先輩に誘われたコンパの席で、彼女と再会したんです。彼女は、はじめましてと済ました顔で僕に挨拶をしてきました。〇〇です、よろしくお願いしますと、まるで初対面のような振る舞いで、泡を食って何も言えない僕の正面の席に座ったんです。僕はもう気が気じゃなくて、自己紹介もそこそこに、体調が悪いと言って一人で抜け出してしまいました。帰宅途中に先輩から着信があり、お前ふざけんなと相当おかん無理の様子でした。目の前にいた子、僕の元カノなんですよとだけ言うと、一瞬の沈黙の後、先輩はゲラゲラと笑って、了解了解と言って電話を切ってしまいました。先輩にはちゃんと説明したかったんですが、考えた末にやはり無理だろうなと諦めました。自宅に着いてから頭を冷やすためにシャワーを浴び、安田に電話しようと思って携帯を見ると、メールが入っていました。彼女からです。文面は短く、突き止めた、僕のアパートの入り口を撮った写真が添付されていました。僕は何から話せばいいのでしょうか。そもそも彼女が殺人を犯した証拠は何もありません。全ては安田の勘違いであり、僕の妄想なのかもしれないのです。さっきから部屋の呼び鈴が鳴っているのですが、恐ろしくて出られません。たった今警察に通報しましたが、さすがに勇み足だったでしょうか。藤代さんは、顔がいい。いわゆるジャニーズ系の甘いマスクをしており、声もまるで声優のようによく通る。そんな藤代さんは当然のように女の子からよくモテた。そして彼自身、そんな自分の美点に自覚的で、寄ってくる女の子たちをとっかえひっかえしながらバラ色の日々を送っていたそうだ。モテるってほんと便利なんですよ。お金を融通してくれる子もたくさんいましたし、欲しいものがあれば少し匂わすだけで手に入る。今思えばバカな考えですけど、俺の人生はこの先死ぬまでずっと安泰なんだろうなって、当時は本気でそう思ってました。合コンに出れば席に座っただけでどよめきが起き、道を歩いているだけで、あの人かっこよくない？と小声で話すのが聞こえてくる。自分の頼みを何でも聞く女性が常に複数人おり、中には自分は藤代さんの本命になれないと分かっても、それでもそばにいたいとけなげに貢ぎ続ける子もいたらしい。今考えると随分ひどいことをしてたと思います、と藤代さんは罰が悪そうに語った。しかしそんな彼も今は某一流企業に勤め、女遊びはやめて真面目に社会人をやっている。未だに言い寄ってくる女性はひっきりなしに現れるそうだが、今ではむしろ女性に対して苦手意識すらあるのだという。大学3年の頃でしたね。
いつものように合コンに出て、場を盛り上げつつもどの子を持ち帰ろうか品定めしてたんです。藤代さんの言を借りると、彼にとって合コンや飲み会の席は、無料の風俗みたいなものだったという。なんせまず負けることがない。自分が気合を入れなくたってあちらからアピールしてきてくれる。自分はその中から一番好きな子を選んで持ち帰るだけでいい。その日も流れはそんな感じで、露骨に自分を狙っているなと分かった女の子の中から、ある小柄な女性を選んだ。すでに大学を出て社会人になっている年上ではあったがよく笑う人で、下世話な話だが、コンパの最中からスキンシップが多かったことが藤代さん的には高得点だった。背の低い年上というのもなんとなく特別感があって、悪くない。その子、名を高峰さんとしておく、を連れて店を出た彼は、彼女の部屋にお邪魔することになった。話も合うし、距離感も近いし、あと声が、アニメ声って言うんですか？すごく綺麗な声だったんですよ。腕に抱きつかれながら歩いてる時は、正直にやけてましたね。こりゃいい子を連れたぞ、って。アルコールの酩酊感と湧き上がる性欲によってほてったからだ。それを引きずってたどり着いた先は、完成な住宅地の片隅にポツンと立ったアパートだった。廃墟のようなアパートだったという。壁にはツタやサビが生え、2階に上がる外階段は一歩踏みしめるたびに耳障りなきしみを上げる。ドアの立て付けも悪いのか、開けるのにも体で無理やり押し開ける必要があるようだった。まず、臭いんですよ。生ゴミの匂いがするんです。でも当然なんですよね、室内はゴミでほぼ足の踏み場もない状態だったので。散乱したゴミ袋や惣菜の容器、ペットボトルに酒の瓶、割れた皿が片付けもせずに放置されている始末で、酔いも恋も一気に冷めるに足るようなお部屋がそこにはあった。正直藤代さんは引いていたが、幸いと言うべきか、ベッドの周りはそれなりに片付いているようだった。臭いのは多少我慢すればいいかと割り切って、彼は彼女に誘われるままにベッドへ上がり、ズボンを下ろし、地獄の様相を呈した部屋の中で、早速常時を始めたのだという。我ながら当時は猿だったと藤代さんは振り返っていたが、しかしあいにく、この夜に限っては彼はとことん美味しい思いができなかった。いざ始めてみたら、全然気持ちよくないんです。遊んでる子の相手をするのなんて珍しくもなかったんですけど、それにしてもちっとも具合が良くなくて。正直、初めて早々に泣いちゃって、早く終わらせて帰って寝たい、その一心で腰振ってました。常時に没頭できないとなると途端に部屋の匂いと散らかりようが気になってしまう。腰を振りながら、それにしても汚い部屋だな、と思いちらりと部屋を見回す。別に潔癖症というわけではないが、さすがにこれはないだろうと藤代さんは引いていた。こんな部屋で暮らしていたら変な病気になりそうだし、そもそも虫が湧いたりするのではないか。今が夏場でなくて本当に良かった、なんてことを思いつつ怖いもの見たさの目線で部屋を見聞していく中で、目が合った、のだという。ベッドの位置からキッチンが見えるんですよ。で、キッチンの陰からですね、ひょこっと顔を出してるやつがいたんです。子供でした。ガリガリで、目元にくっきり茶色っぽいクマが浮かんでて、目もうつろで。心臓が止まるかと思ったし、実際藤代さんは思わず叫び声を上げてしまった。部屋の電気は常夜灯に切り替えられていたので室内は薄暗かったのだが、キッチン側の窓からは街灯の光が差し込んでおり、そのせいで九段の子供の顔がはっきりと浮かび上がっている。酔いと欲望が冷めてきて、藤代さんはようやくその存在に気づいた。あ、あれ？何かいるって。と情けない声を上げて動揺する藤代さん。しかし遠野高峰さんは動じた風でもなく。あ、大丈夫大丈夫。と笑ったという。そして、こう言ったのだそうだ。あれ、とっくに下ろしたやつだから。結局藤代さんはその後、常時をきちんと終わらせた上で部屋を後にした。もちろん本心ではすぐにでも部屋を飛び出したかったが、とてもできなかったと彼は言う。だって、あっけらかんとそんなこと言える人間って絶対ヤバいじゃないですか。機嫌損ねたら何されるかわからないし、なるべく穏便に済ませないと、って思って。もちろん部屋を出るなりすぐにタクシーを呼んで家に帰り、交換していた高峰さんの連絡先を消した。服を脱ぎ捨てて風呂場に行き、念入りに泡をまぶして体を清めたのも言うまでもない。後日知り合いに、さすがに部屋の中で見た子供の話はできなかったそうだが、それとなく高峰さんのことを聞いてみたところ、案の定彼女は相当節操のない男あさりを繰り返している口だということだった。これに懲りた藤代さんは以前ほど派手な遊び方をしなくなった。
相変わらずよく遊ぶ女の子は多かったが、新規開拓をしなくなった、とでも言おうか。しかし、まだ一般的に見れば十分に派手な生活を送っていたそうである。そんな藤代さんが女性関係を軒並み断ち、全くその手の遊びをしなくなったのは、半月後。気心の知れた男友達だけで宅飲みをしていたある日のことだった。そういえばお前さ、高峰さんって覚えてるか。不意に話を振られた藤代さんは率直に嫌な気持ちになったという。あの日のことは彼の中で、もう思い出したくない気味の悪い出来事だった。よりによってこんな席でなぜあの部屋と、あの部屋にいた者のことを思い出さなければならないのか。その話はよせよ。という藤代さんの言葉を無視して、彼の友人は続けた。あの人さ、逮捕されたらしいんだ。聞いた瞬間に、ゾッとした。なぜそうなったのか想像がついたからだ。そも、よくよく考えてみればおかしい。とっくの昔に下ろしたと高峰さんは言っていたが、あの時見た子供は、低く見積もっても3歳か4歳くらいに見えた。本当は、下ろしてなどいなかったのではないのか。あの日部屋中に立ち込めていた異様な匂いは、要するにそれの匂いだったのではないのか。あの日、自分が彼女と常時にふけった部屋のどこかに、あの子供の死体があったのではないのか。自分の子供が動かないって救急車呼んだんだと。もう何週間もまともな飯食わせてなかったらしい。前の日までは元気だったって言い張ってるらしいけど、そんなわけないよな。やばい女だとは聞いてたけど、まさかここまでとはな。答えは違った。あの日、あの部屋に死体などなかった。あの時、あの部屋にいたのは、子供、だったんですよ。未だに藤代さんは、あの子供の顔を夢に見るという。大きくぼんだめ、色の悪い肌、うつろな目と感情の浮かばない脳面のような形相。飽食の時代に生まれていながら、飢え死にという最後を遂げねばならなかった子。彼はあの日、何を思って自分を見つめていたのだろう。それが優に想像できてしまうからこそ、藤代さんは女性を求めることをやめ、生涯世帯を持たないことを決めたそうだ。彼女、もう出所してるらしいんですよね。どこで何してるのか、知りたいとも思いませんけど。生きている人間が一番怖いなどと月並みなことを言うつもりはないが、人だけが埋める生々しい恐怖というものは、確実に存在するのだろう。同じ会社で4年間働いたけどおかしいし、怖いことばかりなので、遅まきながら見切りをつけることにしたから、興味があったら話を聞いてほしい。相談できたら、わかる人に教えてほしい気持ちもあります。就活の合間に書いていくので、遅くてもご容赦ください。まずスペックを。男26歳。すべてにおいて平均、彼女なし。会社。神奈川にある人材派遣会社。割とホワイト。ずっとバイトをしていた僕が、初めて正社員として雇ってもらえたのがこの会社だった。と言っても、懇意にしていた高校の先輩のつてで入ったから、実力で受かったわけではないと思う。そこは人材派遣会社で、先輩は人の面倒見が良くて、コミュニケーション能力が高い僕に向いてるから、とかなり積極的に僕を推してくれたみたいだった。確かに接客アルバイトを中心に働いていた僕は、人と話し慣れているし、相談も人からされがちで、そういうところを部活でよく見ていたらしい。高校時代の僕の印象から、僕にぴったりな仕事だと思ってくれたようで素直に嬉しかった。親からは正社員になれ、と強く言われていたし僕自身もなりたかった。だから、人材派遣会社でどういった役回りになるかはわからなかったけど、とにかくやらせてくれるならどんな役割でもちゃんとやってみせて、一人前の正社員になりたかった。先輩が言うには、派遣は派遣する人それぞれの個性を見極めなきゃならないし、当然派遣先から、派遣する人からクレームも来る。それらをうまくすり合わせてお互いが満足しなくちゃならない。その管理をいずれ慣れたらがっつりやってほしい、と言われた。悩みを聞くのが仕事みたいなもんだ、と。シフト管理やなんかはそれ専門に担当がいるから、とにかくクレーム処理とメンタル管理をしてほしい。そんな風に言われて緊張した記憶がある。正社員なりたての僕に相談なんかしたがる人がいるだろうかと。でもとにかくやってみよう。僕は合格した日、先輩の恩に報いる決意をした。両親にも、必ず答えるよう葉っぱをかけられて、顔が引き締まった気がした。で、初めての勤務日。6人の同僚と、その長である先輩の前で僕はやる気あふれる自己紹介をし、拍手をもらっていた。
同僚たちも若い人が多く、本社から来たシフト管理の担当の方以外、みんな大体20代のようだった。僕を入れた8人が働くには十分な広さで、日当たりもよくおしゃれな内装。明らかにまだ新しい会社で、先輩がリーダーになってから1年経った程度だという。大元の派遣会社は大手で、若くして支店を任された先輩はかなり優秀なのだと感じた。実際、学生時代からバレー部の部長で頼られていたし、自信満々な話し方は実績に見合う頼りがいに溢れた声と調和してる。僕は、熱い気持ちで憧れていたし尊敬していた。しかもこんな先輩に推薦してもらえたのだからプレッシャーにもなっていた。必ず役に立たなければ、と。最初のうち、僕は周りを気にする余裕など全くなかった。思ったより仕事はたくさんあり、フットワークの軽さも大事だった。派遣する方々の面接から派遣先の要求、希望する職種とのすり合わせ、派遣先の要求、それに対するクレーム。その合間に派遣先に直に足を運び、謝罪したり派遣人数の増減について話し合う。目まぐるしく人と関わることになる。最初の3ヶ月は同僚の小林さん、男性で25歳、が一緒にいながら教えてくれた。それ以外にも僕のわからないことはみんなが積極的に教えてくれる。今思えば、みんながどこか、僕の様子をいつも伺っていたのかもと思うくらい過保護な気もする。頭がぐるぐるして、家に帰ってから何をどうしていたのかもわからない期間が終わり、僕はようやく少し余裕ができていた。おそらくそれが最初の6ヶ月。僕が会社の違和感にようやく気づいた頃だった。違和感、それは最初仕事上の違和感だった。派遣先の会社の資料はこの仕事場にあるのに、派遣社員やアルバイターの資料はこの階の上の階にまとめているのだ。きっちり、正しくアルファベット順に履歴書をファイルしてあるし、ぶっちゃけパソコンに全てインプットしてあるのだから頻繁に使う部屋ではない。使うのは初めて雇用した時にしまう場合と、逆に辞めた時に履歴書をお返しする時、それくらいだろう。ではなぜそれが違和感かというと、誰一人行きたがらないからだ。面接後、合格した人の履歴書をファイルして部屋に持って行きしまうとき、みんながみんなさも面倒くさい感じで机に放置する。見かねたリーダー、先輩が笑いながら。みんな武将だなぁ。とかなんとか言った後。すまないが僕さん、みんなの分をまとめて持って行ってくれ。という。最初はみんな、自分より忙しいんだし、こういうのは下っ端の役目だと当然思っていた。だが、繰り返されるうち、おかしいと気づく。なぜなら大体の人は豆で、動くことを苦にする人があまりいないからだ。ある人は好きなコーヒーがないからと、ビル内の自販機じゃない、離れた場所にあるブランドのコーヒーを買いに行くし。ある人は会社帰りに派遣先に挨拶に立ち寄る必要もないのに差し入れをしに行く。それなのに二人とも、倉庫に行くのは明らかに避けている。なんだか、不自然じゃないか？僕はだんだん不審に思うようになった。そして履歴書や資料が置かれた部屋から戻ると、幾人かは必ず僕を注視した後目をそらす。そんなある日、僕はいぶかりながらもまた履歴書を持って階段を登っていた。部屋に入ると少し埃臭く感じ、ほんの少し換気しようと窓を開ける。一息ついて、履歴書をしまう。と、ふと使われていない事務机にファイルが置かれていた。おや、誰かしまわずに置いて忘れたのか。僕は迷わずファイルを取り上げた。そして、ぎょっとする。ファイルに入っていた履歴書はズタズタになっていた。手で破られたのではない。何かに噛まれたように細かい、ギザギザの跡がいくつもついていた。角はすべてない。履歴の写真はギザギザ部分はあるものの、少女と言えるくらい若い女性の生真面目な両目ははっきりと見えた。なんだこれ。本能的に汚らわしい。何か気味の悪いものに触れてしまったような気がした。ネズミだ、とまず思った。そして謎が解けた気もした。ネズミが出るから、みんな来たがらなかったんだ、と。髪はかじられているのにきっちりとファイルにしまわれていることにも、そのファイルに傷一つないことにも、多分誰かしらに聞けば、簡単に答えが返ってくるに違いない。僕は勝手に謎が解けた気になっていた。ネズミ落ち以外を願う。ヒント、天狗の仕業。換気して窓を閉めた後、僕はそのファイルに直に触るのは嫌だったので、間にティッシュを挟むと開花に戻る。そして近くにいた同僚の一人、時藤さんにファイルを差し出した。あの、これ、上の資料室に忘れられていたんですが、状態が非常に悪い、と伝えようとする前に。うわ。と叫ばれ、派手な音を立てて椅子ごと引かれた。時藤さんは反射的に僕を睨み、それから力を抜いた。どうしましたかと聞いた僕に。いや、
いや、なんでもない、すまない、これが上にあったって。はい、使われてない机にポツンと。明らかに時藤さんは挙動がおかしい。差し出しているのに受け取らない。それどころか引いた椅子を戻しもしない。で、このあたり、ネズミが噛んだのでしょうか。ギザギザに削れてるんです。もし資料室にネズミがいるなら問題ですよね。しかし、時藤さんはやけに早口で。うん、じゃあそれ持ってリーダーんとこ行ってきて。僕には関係ないから。畳みかけると椅子から立ち上がり逃げるようにカバンをひったくって。面接、準備。と片言を残して去って行ってしまった。逃げるように？いやまさに逃げたんだろう。僕は時藤さんが最後までファイルに触れることさえしなかったことに、強烈な興味と不安が湧いていた。僕は一旦自分のカバンにファイルを入れた。暇な時にじっくり見てみようと。入れる前に履歴書の名前だけ見る。氏名の部分はあまりかじられていない。女性らしさのあまりないかっちりとした字で、篠原茜と書いてあった。しかし、結果的に家に持ち帰ることは不可能になった。小休憩している時に、先輩、リーダーがつかつかとやってきて。ファイル。とだけ言って手を差し出した。僕は今まさに見ていた派遣社員のファイルを渡そうとしたがリーダーは違う、と冷たく言い放った。資料室にあったファイルは？はっとしてカバンから取り出すと、リーダーは険しい顔をした。まさか持ち帰るつもりじゃなかったろうな。個人情報を。その声は容赦がなかった。僕は迂闊だった。なぜ、カバンなどに突っ込んだんだ？普段なら絶対にしない、してはいけないのに。いえ、後でお渡しするつもりでした。冷水をガブ飲みしたように、腹の底が冷え切っていた。裏腹に耐えの感じられない素直な答えが自然と出てきて、その口調にリーダーの声と表情が和らぐ。ならいい、誤解を招くような行動は慎めよ。と言ってファイルを受け取り自席に戻る。無造作に引き出しに突っ込んだように見えたが、その速さになんとなくリーダーもあれを持っていたくないのでは、と思えた。この頃から僕は何かが気になり始めたんだと思う。具体的にこれが気になるというのではなく、例えば、僕だけが知らない何かがあるような気がするのだ。僕は気になることがあると、かなり粘着質な方かもしれない。家に帰ると手早く履歴書の名前を Google で調べてみた。すると Twitter の同姓同名だろうか、アカウントが4件くらいヒットした。Twitter を実名でやる人もいるだろう。もしかするとこのうちの1件が、履歴書の彼女かもしれない。ありがちな名前ではないし。僕はストーカーまがいな気がして尻込みしつつ、同席になってたまらないのだからと一件一件見てやろうとしていた。その時、手元にゴキブリがいることに気づく。ヒエッと手を引くと思うスピードで走り出す。慌てて殺虫剤を取ろうと見回した時、驚いて固まってしまった。ゴキブリが僕のカバンから、2、3匹出てきたのだ。気味悪さに小さく叫んでしまう。スプレーを巻きまくりようやく全てを始末すると、恐る恐るカバンを開け中身を出した。ざっと広げた資料や筆記用具の間に、潰れたゴキブリの死体がある。それから吐き気を伴う悪臭。生ゴミよりもなおひどい。あまりにもおかしい。僕はゴキブリが住み着くような何かを入れてはいない。誰かがいたずらでカバンに入れたにしても、カバンには隙間があるのだからおとなしく居つくわけがない。それにいたずらするような時間を僕は作っていない。昼は朝に買っているパンを食べたから会社から出てない。だとしたら、なんだ？理屈じゃない。僕の直感は、あのファイルを一度カバンに入れたからだ。と感じていた。そんなことあるはずない、とか常識とかは考えられない。あのおじけを感じたファイルの感触の全部が、僕の考えを裏付けてる気がしていた。余談ですが、書いてる今現在、ちょうど、扇風機が暴走していて怖いです。勝手に送風スピードを変えまくってます。誰かがボタンを押していると怖いので一旦逃げます。また書きます。コンセント抜いたら？止まるでしょ。何かがいる気もするので、育児なしになってしまって情けないです。読んでくださってる皆様、ありがとうございます。書いてると思い出して怖い反面、すっきりしています。日記形式にまとめてはいますが、省略が難しく長くてすみません。ちなみに同僚やその他の名前は全て書いています。仕事はあと1週間ほどで辞められます。怖くて仕方ないですが最後まで頑張ります。戻りました。ゴキブリの騒動で僕は、篠原茜の名前を調べることにためらいがあった。なぜか調べた途端に中断させられたことが怖かった。偶然とは考えられない。そう思うくらい僕は気味悪さにゾッとしていた。だが、始めたことをやめたところで悶々とするに決まってる。
僕はまた異変があったら気づくよう、カバンを背後から見える場所に移し、パソコンの前に座る。マウスを持つ手のそばにいやらしい虫がいないことを確認し、名前を調べる作業に戻る。すると一件のアカウントが、ひょっとしたら彼女では?と思えた。写真などはなかったが、意外なことに彼女は派遣社員ではなく、僕と同じ人材派遣会社で働く社員らしいのだ。そして僕は、一番新しいツイートが1年前のものだと気づいた。もしかしたら、彼女は僕の先輩なのかもしれない。僕より前にあの会社、もしくは本社などで働いていたのかも。それなら履歴書があっても不思議では。僕の指が震えた。彼女のツイートに対して彼女の友達らしき女性が答えていた。ポチコ、という女性の言葉だ。アカネちゃんがいなくなって寂しいよ。なんで相談もなく。あんな死に方は辛いよ。って言ってもアカネちゃんはもう天国で安らかなんだもんね。力になってあげられなくてごめんね。大好きだよ。この文章の意味するところは一つしかない。篠原アカネは自殺をしていた?自殺、ではないにしても、もうこの世にはいないらしい。僕はズタズタの履歴書に貼られた顔写真の真剣な両目を思い出して、背中に鳥肌が立った。ひどいし自分勝手とも思う。何らかの理由で、この世にいない人に勝手に恐怖して、しかもまだ彼女だという確定もなしに。でも僕はこの事実が衝撃的で、今すぐ彼女の正体を見極めるのが怖くなってしまった。なぜか、わけのわからない事象に引き寄せられているような気さえした。せっかく望まれて入った会社だ。先輩に恩もある。余計なことは考えないことだ。僕は調べた事実を確認することをやめた。もやもやしたからなんだというのか。好奇心がろくなことを招きかねないのならこれ以上、糸をたぐるのはやめよう。僕は忘れたふりをして、寝ることにした。何もかもうやむやにしようと決めてからしばらくは特に何もなかった。相変わらず履歴書を置きには言っていたがまたあのファイルがある、などと言ったこともなく。社員たちも何事も言わないし話題にも出ない。時藤さんがリーダーに伝えたに違いないのだが、特にそれについて話はない。しらじらしいような空気の中、面接日が来た。たまにこの場所で派遣社員の面接を行う時があるのだ。今回は僕が担当していたから、普段は社員が飯を食べるカフェのような仕切られた空間で準備をする。すぐそばで社員たちが働いているのを横目に面接を行うことに緊張する人もいるが、刺激をもらえる人もいるだろう。その時、ドアがコンッとなった。早くないか?反射的に時計を見上げた。まだ面接まで20分はある。だが遅刻よりはマシだ。どうぞ、と声をかけるが、またドアが鳴った。お入りください。だが入らない。何してるんだ、とドアを開けたが誰もいない。何なんだと見回す。他社員は誰も近づいていない。ドアを閉め、戻ろうとして足が止まった。冗談だろ。黒いヒールが、きちんと揃えて椅子の下に置いてある。あたかも誰かが座っているように。だが人はいない。こんなものはなかった、絶対に。怖いというより唖然として歩み寄っていく。なんだ、この靴は。拾い上げようとかがんだ時、机の下で女と目が合った。全身が硬直した。女は長い黒髪を垂らして鏡かけて中腰の僕を凝視していた。それでいて、全く僕を見ていないような目だった。背後を見ているような。僕は金縛りみたいに動けず、目も離せなかった。女が、ありがとう。みたいな言葉を発し、大きな口を開けた時に肩を後ろから掴まれ叫んだ。がそれはシフト担当二人のうち女性の佐藤さんが立っていた。佐藤さん、頭が働かなかった。あれは、今度こそ恐怖が追いついてきた。あれは、人間ではない。なんだ、あれは。声をかけられてもぼーっとしている僕を立つように促し、心配そうに様子を見る佐藤さんに。女性が、机の下にいたんです。佐藤さんは意外にも争うといった感じで平気な顔をしていた。そんな話、絶対に他の人に言うんじゃないよ。クビになるから。と言ってさっさとアンケート用紙を置いて出て行ってしまった。人生で初めて、説明不明なものを見た割には、面接で閉じるわけでもなく全うできた気がする。むしろ、あんなことの後に普段の仕事があったことで気持ちを保てたんじゃないだろうか。面接の後も、リーダーにも他の同僚にも相談もせず、僕は業務を終了した。帰ってからも深く考えないようにした。日記のようなメモに記した後は思い出さないようにした。書いてしまえば心に残らないはず。考えれば止まらない気がした。今まであんなものを見たことがないから、見間違いだと言い聞かせた。
いきなり暗い机の下を覗いたから貧血になって幻覚を見たとかなんとか。次の日、さっぱりと晴れ渡った青空を拝むと、途端に昨日の出来事が白昼夢のような曖昧さでどうでもよくなった。佐藤さんに話してしまったことさえ、恥ずかしく取り消したくなった。あれは、勘違いでした。と。勤め始めてから1年、業務にも慣れて同僚と遜色ない働きができている。忙しさに体は慣れても精神が追いついてないんだろう。今思うと言い訳だった。辞めないために自分のせいにするしかなかった。給料も悪くない、先輩に申し訳ない、そんな理由で僕はどうしても異常な出来事をなかったことにしたかった。あの後も佐藤さんは普通に接してくれていたが、僕にはあの時の彼女の態度が、時間が経つにつれておかしく思えた。なんだか、見えたことに疑問を抱いていない、というか僕が言ったことをすんなり信じてくれたように感じた。彼女も見たことがあるのかな。考えないようにしてるくせにふと、疑問に思う日々。いっそ、素直に聞いてみようと思った。もしも彼女も見たことがあるなら、用意していた言い訳が無意味になる。それでも、仲間がいたことで安心できるし何より心の底で僕を蝕んでいた。本当は何もいなくて、僕こそが見えないものをあると思い込んでる異常者なのでは?という恐怖感から逃れられると思った。僕は自分こそおかしい、という考えが何よりも怖かった。聞いてみる覚悟は決まった。二人きりになることはなかなか大変だったが、ついにチャンスに恵まれた。佐藤さんが退社するタイミングで、僕も仕事にケリがつき、後を追うように退社したのだ。声をかけた僕に佐藤さんは心よく足を止め、話の内容を知ると、歩きながら話そうかと二人並んで歩くことを提案してきた。ある程度、会社から離れると佐藤さんはガラガラのマックに入り、適当に注文すると4人席に座った。僕はあの時の佐藤さんに感じた不自然さと、前々から気になってした資料室にみんなが入りたがらない理由を聞いた。佐藤さんはうんうん、とうなずいて関連したようにため息をついた。まあ、いつかは気づくわよね。私は入って3ヶ月くらいで気づいた。佐藤さんは、他の方より後に入ったんですか?知らないよね、誰もあえて話さないもんね。私はね、後釜で本社から出向してるの。篠原茜さんの後釜で。その名前がさらっと出てきて、僕は手にしたコーヒーを置いた。私が話したって言わないで、もしもあなたがリーダーや他の人に言ったら。言いません。佐藤さんはま、一家とつぶやいて。篠原茜さんはね、新しい支店を作った時にリーダーに選ばれた人なの。今いるうち、下平、安藤、時藤さんも。安藤さんはシフト担当でしょ?前は篠原さんと組んでたの。そうだったんですね。しかし時藤さんは前に篠原さんの履歴書を見せた時に、自分には関係ないと言っていたが、そう伝えると。関わりたくなかったんでしょ。時藤はリーダーの昔からの腰巾着だし、リーダーのお追証ぐらいしか取り柄がないんだから。柔和な顔立ちから想像できない辛辣さで吐き捨てる。リーダー?時藤さんが先輩の太鼓持ちであることが関係あるのか?はっきり言うとね、篠原さんが自殺したのは、リーダーのせいだから。え?僕は絶句した。そんな話だとは夢にも思わなかった。ツイッターの彼女は自殺のような雰囲気があった。つまりあれは本当に本人なのかも。ごちゃごちゃ考えていると。聞いた話だとリーダーが他の女といろいろあって、ノイローゼになった篠原さんが自殺したってわけ。ありがちな話でしょ?ただ、ちょっと違うのはうちの会社の食堂で死んだってことかな。深夜に警備の人が発見したらしいわよ。頭が真っ白になった。やっぱり聞いてないんだ。リーダーがあなたを引っ張ってきた時に刺した。あなたにバレてもリーダーの後輩だし逆らえないって思ったんだろうね。その言葉は心底僕を打ちのめした。ショックだった、かし、として職を与えられていたのか、と。その後、話したことは、食堂ではみんなが何らかの体験をしていそう。いそうというのは堅くなに話さない人がいるから。先輩と時藤さん。他の人は気のせいにしている。資料室にも何かが出る、周りに人がいないため食堂より恐ろしくてみんな行きたがらない。篠原さんの履歴書を僕が持ってきた時、戦々恐々としていた。など、僕は最高に気味が悪くて、最高に安心するという矛盾じみた思いを味わっていた。一応、僕の疑問は片付いた。嫌な結末だが、終わってしまっているのでどうにもできない。佐藤さんの言うように、あとは僕次第だ。他の人も妙な体験をしているなら、僕だけが逃げ出すのも気弱すぎる。
それに異様に利用されたにしろ、正社員として雇用してくれたことに変わりはないし、一番大事なのは僕に異常がなかったこと。人一人が亡くなって、それが案にリーダーのせいだと分かっても本社はリーダーを降格しなかったし、ここを引き上げもしなかった。ということは、佐藤さんが知らない事情があってリーダーが一方的に悪かったわけじゃないのかも。僕はそう解釈した。余談です。思い出すのとメモを読み返すのは思ったよりしんどくて、言葉とか描写を足したり引いたりしてます。小説や嘘に感じてしまった方申し訳ないです。読み返すと僕も小説のように感じます。なんか客観的というか、多分その方が書きやすいので、なのでごめんなさい。小説と思う方がいてしまっても仕方ない気がします。僕はその後、一切リーダーにその話を持ちかけなかった。時藤さんの言うように僕も関係ないと割り切ることにした。控えめに言ってもここはいい会社だと思う。派遣の人たちやアルバイターの若い子たちの相談に乗りモチベーションを上げたり、派遣先に満足してもらうのは純粋にやりがいがあるし。篠原あかねさんにしてもリアルに知らない相手に深い同情は抱けない。詳しく知らないならなおさらだ。心霊などというものは僕には身近ではないし、ましてそれが理由で辞めるなんて。だから僕は初心を思い出して、先輩や同僚の役に立てるよう仕事に励むことにした。限界を迎えるまでは。リーダーって会社に入社手引きしてくれた先輩でいいんだよね。お払いとかしてもらえばいいのに。そんな大ピラにできないとか言いそうだけど、もうみんな知ってるんでしょ？知らぬふりをしているだけでさ。リーダーは先輩です。僕もお払いをすべきだと思いましたし、辞職の話をした後一度話してみましたが、心療内科に行けとだけ言われました。僕は実際にその時はいろいろ混乱の極みで、僕がおかしいのかもと実際に思ったりしていて、とにかくあそこから逃げたくてたまらなかったんです。だから説得するほど、強くは出られませんでした。あと少しで退社になりますが、また説得した方がいいのでしょうか。すみません、急に相談してしまいました。時々、異常なことが起こった。ひどい悪臭がしたり、残業していると食堂から人の声がしたり。他の人たちは気にしていない。いや、気づいてるのは僕だけかも。勤めて2年半、僕は完全に自分が信じられなくなってた。今もそうだ。佐藤さんが言うには、ですが、先輩が支社を任された時にぜひにと頼んできてもらった一人で、若いながらも優秀で真面目な方だったと。本社の上司は、支店を任せるなら自分の選んだ部下を連れていくのが、連携を取れていいという考えだったそうで。最初、彼女は本社で学びたいと断っていたそうで、その時に実は前々から好きだったから。とかそんな手で口説いたらしいです。先輩が佐藤さんに直に話したみたいで、僕は眉唾だと思いました。僕はもちろん知らないし先輩に聞いてもないです。その後、先輩は篠原さんと付き合った後本社の女性に乗り換えたらしいです。で、篠原さんが昇進から自殺。本社の女性とうまくいかなくなり別れた。と。だからそもそも本社にあるはずのない履歴書を見たとき、全員がゾッとしていただろうとのことでした。僕は乗り換えただけで自殺するだろうか、と思いました。僕自体が恋愛に疎いからそう思うのか。しかも食堂で、なんて。リーダーは本当に仕事はよくできる分、厳しいし容赦はしない人。でもフォローはしてくれて励ましてくれる。だから同僚も答えようとしている、と感じていた。だから佐藤さんがさも憎々しげにリーダーのせい、みたいに言ったことに僕は正直、話自体に嘘くささを感じました。その反面、そういう事情なら篠原さんが化けて出てもおかしくはない。そのあたりで混乱してました。ほうなるほど。本社にいたかったのに口説いて引き抜いておいて裏切りやがったと。ひょっとしたらその話にも裏があるかもしれませんね。ごめん、ワクワクする。ある時、残業があり僕とリーダーだけが残ってしまった。佐藤さんの暴露以来、あまり二人きりになりたくなかった。お前ももう立派に一人前だな。唐突に言われて、孫ついてしまった。いや、そんな、と濁し書類と向き合う。あのファイルさ。またしても、急な話題だ。お前さ、妙な噂聞いたんだろ。俺とあのファイルの女性との。まさか先輩からその話題を持ってくるとは思わず、僕は沈黙したまま先輩をじっと見つめた。なんと答えればいいかわからない。ここで、僕は佐藤さん側からの話ではなく先輩側の話も聞きたくなった。片方からの話だけで判断したくない。篠原さんのことですよね、誰からは言えませんが聞きました。先輩は呆れたように笑って。どうせ佐藤だろ、あいつ相変わらず俺を嫌ってんだな。
笑い顔とは違い、声は据わっていた。俺が篠原を振って彼女が自殺した、みたいに伝わっただろ？正確には、先輩、いやリーダーが本社にいたかった篠原さんを口説いて付き合った後、本社の女性と付き合ってから彼女を振った、と聞きました。はっきり言うことで本当ですかと聞いたつもりだ。先輩は机を叩いて、違う。と言い切った。どうやったらあれがそんな話になるんだよ。俺が篠原に来てもらったんじゃなく、篠原が無理にでもついてくると言い張ったんだ。ずっと俺が好きだったからだと視点を移った時に言われた。俺はゾッとしたよ、そんなことなら断ればよかったってな。全く真逆じゃないか。僕は呆然としてしまった。普通に考えろ。仕事上のマイナスにしかならないだろう恋愛沙汰なんて。だが、いさめてもなだめても篠原は俺に付きまとう。あなたのために本社勤めを犠牲にしてって恩着せがましくな。もう訳がわからなかった。確かに佐藤さんの言い分を信じてはいなかったが、ここまで違うと混乱してくる。その時、バコン、と何か重いものが落ちる音がして、振り向くと、食堂の明かりがついていた。僕らはお互い顔を見合わせて微動だにできなかった。顔を見合わせていると、僕が何か言うより早く、様子を見てくる、と先輩は席を立ってしまった。しかし、真実がどうあれ篠原さんは先輩を恨んでいるのじゃないか？結局先輩は手に入らなかったんだから。僕は慌てて先輩を追い、先輩がドアから出てきたところでほっとした。簡易キッチンにあった醤油ボトルが落ちただけ。そう言って笑った先輩のドアノブを握った手に、清楚なマニキュアを塗った手のひらが重なっていた。優しくではなく、爪を立て、ギリギリと食い込んで。腕の先は食堂の中で、ガラス壁から体は見えない。腕から先がない。先輩は気づかずにドアを閉め、腕は切断されて消えた。その後も怪奇現象はあったの？先輩は今でも元気なのか。気になりまんがな。今もあります。解決してません。面白がっちゃいけないんだろうけど、久しぶりに読み応えのある話だな。続き楽しみにしてるよ。楽しみでも何でも全然構いません。知ってもらえるとホッとするんです。何色とかあるの？爪は艶のない薄いピンクでした。先輩、手が、え？と自分の手を見るが爪跡はついてなかった。手が何？いえ、と首を振る。見てないのなら言っても無駄だ。リーダーの話と紀藤さんや安藤さんも知ってますか？話を戻す。知ってるよ、相談もしてたしな。少し間があったが、先輩は悲しい顔でこちらを見た。お前の判断で構わない。とにかく俺はやましいことはしていない。わがままだができれば俺を信じてくれ。僕ははい、と返事した。実際、僕は仕事上でしか佐藤さんを知らない。先輩は学生時代を知ってるし、深く関わってはいないが誰も先輩を悪く言う人はいなかった。それなら先輩を信じよう、そう決めた。僕の立ち位置、つまり先輩を信じると決まったら精神的にだいぶ楽に呼吸できるようになった。誰を信じればいいかわからない曖昧な時こそ気持ちが悪い。僕は幽霊。篠原さんと敵対しても構わないと思った。そんな風に吹っ切れて気づけば3年と半分、ここで仕事をしていた。先輩と一緒にいると恐ろしいことが起こる感じかな？それとも一緒にいなくてあなたが一人でも不可解なことがあるの？ありました。むしろ先輩はあったのかよくわかりません。あっても多分話さないので。僕はしょっちゅうありました。なぜなんだろう、つくなら先輩に行けよ、とよく考えてしまっていました。怪異らしいものは相変わらずあった。タイミングよく一斉に電話が鳴り、出ると無言だったり、リーダーの机からゴキブリが湧いたり、いずれも騒ぎ立てることもなく終わった。今思うとああいった出来事を流してしまうのも怪異だったのでは、と思う。僕は家の中でも怪異に遭いました。叫ぶほどおぞましかったのは、髪を洗っている最中に、手が増えていた時ですね。髪に手を突っ込んで揉んでいる手の中に、細身の指がスルリと滑り込んできたかと思うと僕の手を、恋人つなぎみたいにしっかり握ってきました。シャンプーが染みるのも構わず目を開けて、浴室を飛び出し泡の残りはキッチンで落としました。その夜は泣きながら丸くなって寝ました。幽霊に興味がある友達もいないし、両親は遠方、頼れる人もない。初めて会社を辞めるという気持ちが本気で湧いていた。このままじゃ、僕はおかしくなる。何もないふりを続けるのも限界で、とうとう僕は先輩を捕まえて、オフィスをお払いしてください。と直談判した。あっけに取られた先輩はぐいぐい僕を引っ張り、来客用のソファーに強引に座らせると。何をしろって？と聞いてきた。
同じセリフを伝えると、先輩は大げさにため息をついた。僕は今までの不自然な出来事を訴えた。なるべく冷静に、だけど先輩は黙って聞いた後。悪いことは言わないから、心療内科に行ってくれ。お前疲れてるんだよ。幽霊とか嫌な匂いとか何を言ってる？ゴキブリとかそんなの単に住み着いていただけだろう。他の連中からはそんな心霊話一切来てないぞ。確かにお前は来てからずっと頑張りすぎてて、参ってるところに変な噂を聞いてどっと疲れが溜まったんだ。解消するのは義務だ。休みを3日くらい取ってゆっくり医者に見てもらえ。心から心配そうにそう言うと、先輩は慌ただしくスマホを片手に出て行ってしまった。勇気を出した決断が、あっさりスルーされてしまって呆然とつま先を見下ろした。僕がおかしいのか？前に佐藤さんのリアクションでほっとした僕だったが、あれは独りよがりだったのか。そもそも佐藤さんは自分も見た、感じた、なんて言ったか？ぐんぐん疑心暗鬼。自分の正気を疑ってくる。考えたら昔にそんなことはなかった。幽霊なんて見たことがなかった。なのに、ここに来てから急に見始めるなんておかしいじゃないか。しっかりしろ、どうかしてるぞ。きっと睨むようにソファーに座ったまま、テーブルを見据えると、女の顔が映っていた。反射、じゃない。僕の側だ。向かいに映っているんじゃない。僕としっかり目を合わせている。なんだ、こいつは。笑っている。僕は叫び出したかった。だが、それこそがこいつが望んでいるように思った。我慢して我慢して立ち上がる。真横のソファーに座っている女がいる。膝に顔をつけるくらい前鏡の女。見下ろすと首筋で黒髪が左右に割れていて青白いうなじが見えた。少し目線をずらせば、働いている同僚がいる。だが、ソファーには知らない女が座っている。今は怒りしかなかった。関係ないのに。関係ないのに。関係ないのに。そればかり思って涙が滲んだ。僕はつぶやいた。篠原さん、もうやめてください。僕に付きまとわれても困ります。もう限界だった。なぜ先輩に出ない？目の前に出ろ、言いたいことを言ってやれ。僕に出てくるな。先輩に恨みをぶつけやがれ。その気持ちをぶつけた。冷静に、周りに聞こえないよう静かに。彼女は不自然なくらい動かない。僕は彼女に構わず、廊下に飛び出し先輩に休みを告げた。先輩はほっとして。気にするな、ゆっくりした後まだ不安があるようならまた休んだらいい。病院に行く約束をしたが、それは最終日に行く。まずはお祓いに行くつもりだ。もう意地を張らずにあれがいることを認める。そして自衛する。人の賑わうマックの窓際の席につき、お祓いを密にやってくれる場所を探した。知恵袋やオカルトサイトでもおすすめの神社を必死に探した。払ってもらえた、という口コミの多い神社に決め、さっさと予約する。長年の患いが洗い流されたような心地がした。また予約の段階でも、光が見えた気がした。予約があっさりできたこともあって、その日は友人たちと久々に飲みに行ったりして楽しかった。その反動で、誰もいない部屋に戻るのは苦痛で暗くなりがちな気を引き締めた。今日ついでに調べたが気弱だとあれらの思うつぼらしい。むしろこちらから倒してやるくらいの意気込みが必要らしい。だから風呂場ではあえて使って、一人で時々、来てみろよ、とか、卑怯者を、あっち行け、とか叫んでみた。さらに塩を風呂に入れたり、塩でうがいしたり、塩で体を洗ったりした。今思うとお祓いできることでテンションが上がりまくっていたのだろう。お祓いは筒がなく終了し、僕は体が軽くなったような気がして、お札をいただいた後、一礼して鳥居をくぐり抜けていた。ただ、失望したのは密にお祓いをしてくれる、というのは払う時間が長いということで、事情を詳しく聞いてくれるわけではないということだ。だからこれでいなくなったのだ、という実感は湧いてこない。体が軽くなったのは神主さんの美声が体を通り抜けて、あたかも自分が昇天してしまったように感じたに過ぎない。だからお札とは別にお守りも買って万全を期したつもりだ。家に入った途端、空気が重い。気のせいじゃなくのしかかるような湿度。水気を感じた。慌ててお札を一番奥、僕のベッドの上あたりに貼る。浴室にも、キッチンにも。そして玄関のドアを開けた。昨日調べた時に誰かがお札は逆に閉じ込める時もあるから、出入り口は塞いではダメ。と書いていたからだ。さらにお守りは朝紐を繋いで輪を大きくし、首から下げた。この光景を誰かが見たら僕の気が違ったように見えるだろうな、とぼんやり考えていた。そして膝を抱えて床にじっと座っていた。これが14時。何度か瞬きしてみると、あたりは真っ暗になっていた。は？
なんでくらい。あっけに取られて立ち上がろうとしても動かない。指一つ動かない。目線は動かせる。異様だ。真っ暗な中に座ったまま動かないなんて。固まっていると、玄関から女が入ってきた。細い首の両側から流れる黒髪。白というより青ざめた肌。僕にまっすぐ近づく。ペタンと目の前に座り、僕を見てくる。僕は目をつむることができない。あの時の怒りがいきなり再燃した。出て行け篠原、僕の家から。声が出た。目の前の女が、黒髪で隠れていた顔を上げた。大きくて真っ黒な口が笑った。そう、だい？言葉の意味が分かった時、僕は意識が飛んで、気づいたのは朝だった。体がガチガチにきしむ。体中がしっとりと湿っている。眠って起きた時の気だるさがみじんもない。昨日のあいつの言葉がよぎって、関節が悲鳴を上げるのも構わず膝をつき、立ち上がった。頭は床の接面部が痛いものの、中身は冴えていた。故に、僕は改めて愕然としていた。それ、誰？それ、誰？あれはそう言った。僕はその前に篠原と名前を呼んだ。嘘だ、あれが篠原じゃない？じゃあ何なんだ、そんなことがあるもんか、だって。それともう一つ気づいた。お祓いなど何の役にも立たなかった。首にかけていたお守りを握ると、水が滴った。なぜかたっぷりと水を含んでいた。昨日あれほど身が軽く感じたのは、気は心であり、プラシーボ効果だったのか。もう嫌だ。意味がわからないなんてものじゃない。正体がわからないものに立ち向かえるわけがない。森塩もしたんか？しない方がいい、という意見とした方がいいという意見が二つあり、この時は中にいた場合出られなくなる、と考えてしていませんでした。僕は心霊を調べている最中にしばしば目についた、霊能者、に相談しよう、と決めた。最後の手段だ、と。前の僕ならうさんくさいと一周していた。でももしも、あいつが僕から離れてくれたら、いくらだって払う。心からの感謝で払う。僕は先輩に電話して、あと一週間くださいと頼んだ。先輩は僕の怖根に圧倒されたように。本社にヘルプを頼むから気にしないでいい。と言ってくれた。かつてないくらい必死になって情報を探した。除霊師を探した。いろんな人がいた。占い師みたいに飾り立てた人は避け、さらに法外な金額を要求する人も避けた。払うのは構わない、だが詐欺師に頼むのはごめんだ。遠方からパワーやらなんかを捧げて払う人も、避けた。僕と直に会ってくれて、部屋を見て、その時点で聞いたことに答えてくれる。そんな人を望み、ずっと Mac でパソコンをいじり続けた。そんな中、一つの情報が目を引いた。この方は本物です。とても親身になって聞いてくださいました。悩んでいるなら相談するべきです。とありふれた推薦がつけられていたけど、なぜか目が離せなかった。優しそうなおばさんだ。55、年齢が書かれている。似たような人はたくさんいたのに、僕は電話番号を書き記していた。もし偽物だったら、と疑うこともせず僕は家に着くと電話をかけしばらく待っていた。お待たせしました。その声を聞いた瞬間から泣いていた。号泣、というのを人生初、体験した。言葉も出ずにバカみたいに泣いてる僕に、彼女は。かわいそうに、怖かったですね。と話していた。神社の祈祷って幽霊に効果ないのか。でも命に別状がないのなら効果ありなのかな。いや、そんなことはないと思います。やはり効果はあります。僕がひとしきり泣いて興奮が収まると、立花さん、除霊師は穏やかに話を始めた。あなた、ここ3日以内に神社。かなりの力のある神主さんに払っていただきましたね。ギリギリでした。いえ、本当に良かったです。でもその日にあいつは僕のところに来たのです。スマホの向こうで、立花さんが微笑んだように感じた。あなたの周りにあるカゴのおかげで、あなたは彼女に触れられなかったのです。もしも触れていたら、あなたは今、ここにいなかったでしょう。確かに払うまではできなかったにしてもそれは仕方ないでしょうね。あなたに執着している霊は、今は最初のと合わせて3体分になってしまっています。ゼック、驚いて黙ってしまった。とにかく、そちらへ行きましょう。一刻を争います。僕は見えもしないのにうなずいた。立花さんの姿を見たとき、またしても涙がこみ上げた。何の涙かはわからない。安心感に体ごと包まれたような温かさが僕をねぎらってくれている。見た瞬間に、立花さんは普通の人とはまるで違う。他の人より数段明るいのだ。
影差すところのない、存在感が明るい。はじめまして。よく私を信じてくださいましたね。ありがとう。頭を下げる立花さんに僕はとんでもないと頭を下げ返した。あなたの家へ行きましょう。立花さんは説明もしていないのに僕のアパートの方向へ迷いなく進む。不思議に思うと。家とあなたは密接につながっています。それは誰しも同じこと。あなたと共にいる方々の思いも密に残ります。嫌なことを言えば、あなたはすでにがんじがらめにされているのです。というような言葉を言われた。私が行くことで、あなたの家と私もつながります。なので遠くにいても状況がよりよくわかるようになります。アパートの、僕の部屋の前に立つと。鍵を貸してください。と言って立花さんは手を差し出した。それから何かつぶやいて鍵を開ける。今まで数々見てきましたが。とつぶやく。こんなにベタベタした空気はなかなかお目にかかりません。失礼します。立花さんがいると、空気が間違いなく軽く感じた。それから、応接まで今まであった話をすべて話した。省略してはいけない、と言われて僕の折々に感じた気持ちもごまかさず話し切った。話し終わると2時間は優に経っていた。立花さんは背筋をまっすぐに聞いてくれて、一言も口を挟まず真剣に時折うなずくだけだった。わかりました、お話をありがとうございます。あらかた、わかりました。結論から言えば、あなたには3体分の思いがついています。それはさぞ苦しく重かったでしょうね。一人はあなたが思っている通り、篠原茜さんです。もう一人は生きよう、佐藤百合子さん。もう一人は、関谷陽子さん。佐藤さん、まさか、なぜ、最後の人も知りません、どういう。立花さんは悲しそうに話し出した。関谷さんに関しては知らなくて当然です。彼女は、非常に強い存在に取り込まれた人です。彼女自身も辛い過去があって、佐藤さんに共鳴しただけでしょう。アホみたいに黙ったままの僕に、立花さんは優しく続ける。佐藤百合子さんはあなたの同僚ですね。最初に篠原さんのことを話した方。この方の生きようがあなたを傷つけたくてたまらないようです。むしろ、篠原さんはあなたに恋をしていますよ。彼女は、とても、惚れやすい立ちのようですね。何が何だかわかりません。佐藤さんに恨まれるようなこと。食堂での肉しげな言い草、目つき、あれは僕に対してだったのか?わからない。意味が全然わからない。立花さんは、普通なら恨まれる筋合いはないですねと言った。ですが、誤解を恐れずに言わせていただくと、佐藤百合子さんは普通ではありません。異常に妬み、嫉妬の感情の強い方。この方は信じられないくらい嫉妬が強い。あなたの先輩に近づく者は男女構わずに憎いのです。先輩ですか?もう立て続けに爆弾を落とされているよ。なんだ、これは現実か?多いですよ。すべて自分のものにしたい方が、行き過ぎると魂は体から離れていきます。ですが、あなたの先輩はお話を聞いただけでもわかる堅苦なな現実主義であり、さらに非常に強い守護。霊、というより守護神がついていらっしゃり、念が近寄れる相手ではありません。だから篠原さんも望みない恋より、隙のある。あらごめんなさいね、疲れて大変なあなたにアピールし始めたのでしょう。佐藤さんに関しては、これは厄介ですね。立花さんは言いにくそうに。大変失礼ですが、その佐藤さんは女性の魅力に乏しい方でしょう。見目形の話ですが。佐藤さんは、肩太りしていて身長は低く、顔立ちも。そう、魅力となると乏しいとしか言えない。それで愛嬌もないのだから、仕方ない。言われるまで僕も彼女を女性として意識したことなど皆無だった。彼女は激しくあなたの先輩を恋焦がれています。人を殺しかねないくらい。でも見向きもされない。だから、ちょっと相撲神型の篠原さんが死んだ後も憎かった。もちろん無意識なんですが、あまりの嫉妬心で篠原さんをほぼ飲み込んでしまった後、矛先をあなたに向けた。先輩さんが言ったことは正しいですよ。彼は篠原さんどころか女性に興味がありません。あ、同性愛者でもないですよ。彼の意識は仕事中心なんですね。篠原さんが言うには今はあなたが好きで仕方ないんだそう。履歴書でアピールしたのも、そういうことです。先輩ならそうだろう。僕は関係ない恋愛事情に巻き込まれただけなのか?にしても男の僕に嫉妬するなんて異常じゃないですか?立花さんは真顔で言った。ええ、もちろん。佐藤百合子さんは異常ですよ。と。異常。
ですか。確かに愛嬌はなかったが、異常と言われるほどの何かを感じさせるものはなかった。ええ、あなたに先輩さんの嘘の過去を教えたのは、あなたが彼を嫌いにさせるため、つまりお二人の関係にひびを入れたかったから。実際、あなたは少し、彼の人格に不安を覚えたのじゃないかしら。けれど、佐藤さんよりあなたは彼の人となりを知っていたので、結果彼を信じて普段と変わらなく接した。その通りだ。僕は佐藤さんより先輩を信じた。この時、バシッと音がした。次に何かが割れる。キッチンに不穏な気配がする。あら、言われたくないことを私がどんどん言うものだから怒ってしまったのね。でも私はやめませんよ。氷のように冷たい声で続ける。精神が醜い人はいるものよ。自分が愛されないのは目味方たちの問題じゃないわ。心が歪なの。佐藤さん、あなたの愛し方はわがまま。愛を壊す、憎しみの形にして相手にぶつけ、相手に疎まれるとなぜ気づいてくれないのと逆恨み。誰だってね、睨まれたり憎まれ口を叩く人を好きにはならないの。だから結果はどうあれ、先輩さんにつきまとい、挙句に自殺をして、ある意味では永遠に心に残る形になった篠原さんが羨ましくて憎い。その思いがあなたの生きようを解放し、篠原さんを食べてしまった。でも大悟さんだったわね。まさか篠原さんが僕さんを好きになっていたなんて。だから期待した僕さんへの仕打ちも履歴書を見せたり、髪を洗ってあげたり自分をアピールするだけの他愛のないものになってしまったなんて。立花さんは僕に話してない。佐藤さんの生きように話している。篠原さんは好きが高じてあなたが出ようとするのを、命を奪おうとするのを抑えていたのね。ところが由緒正しい神社にて彼女は払われて力をなくしてしまった。まだ、いるけれどもあなたを抑えられない。だから、あなたはチャンスとばかりに彼を狙った。執念深さもここに極まれり、だわ。生きようはいつも死者よりも強いけれどあなたは相当よ。あなた自身に話しても効果は薄いでしょうね。私は私の依頼者を救う。あなたは間違っている。彼女はにっこりし僕に彼女、佐藤百合子さんを頭に描くように言った。しっかり、写真のように。そうしながら目をつむるようにと。もういいですよ。の声に目を開いた。明るい。この部屋はこんなに明るかったのか？常に感じていた重たい湿気も全くない。空気が正常だ。一旦、収まりました。あ、悲しい顔をしないで。と言ってももうここに悪さはできないでしょうから。一旦の言葉に顔色をなくした僕を立花さんは慰める。真剣に聞いてください。これから一週間、日当たりのいい場所に日本酒を備え、鮮度のいい鶏肉、部位は何でも構いませんから。おちょことお皿に入れ感謝をお伝えください。私の守護神はお狐様でシャンという皆をお持ちです。皆を口に馳せず、頭の中だけでなおかき感謝を毎日お伝えくださいね。必ず実行してください。私の御使い様は必ず力を授けてくださる代わりに、礼儀知らずには恐ろしい報いをお与えになられるので。おみきと鶏は必ず毎日新しいものを。僕はメモに書き残した。それから、立花さんは厳しく付け加えた。佐藤さんは消せませんが弱めることができました。あなたへの執着は消えかかった炎です。これからは素直には会いに来ないでしょうが、時折、夢の中だけ来るでしょう。私のカゴがあなたに働きかけ、その時あなたの目は見えません。そのままにしてください。決して見たいと思わないように。次に彼女と目が合えば、あなたは現世に帰れない。気が触れてしまうでしょう。不安げな僕に立花さんは大丈夫、と微笑んだ。大丈夫、見ないようにとの意識は都度、思い出しますから。一旦、というのはそういうわけです。夢に出ても恐れなくていいですからね。立花さんの言葉は安心をくれた。僕は休み明けに会社を辞めることにした。もう決めたのだ。帰り際、立花さんは。あなたの見たものは3体の融合体でしたから、もう見ないです。篠原さんと巻き込まれただけのかわいそうな方は、お帰りいただきましたから。そして佐藤さんも夢で来るのが精一杯です。この話はご本人には言わないように。カノは無意識の悪意ですから。そして交通費とこれ以上は絶対に受け取りません、と謝礼の1万円だけ手にして帰ってしまった。佐藤さんとどう接すればいいんだろう。決めかねました。正直、何か言ってやりたい気持ちもあり、最後まで悩みましたね。言っていいと思うよ。もっと、考えを口に出したらどうですか？とか、ダメかな。人の思念が場所に残ってしまうのは残念だね。
そんなのを気にせず生きていきたいが。ありがとう。大丈夫です。自分なりに佐藤さんにお伝えしました。もう僕はそれですっきりしています。緩和9代。不安があると困るでしょう、と立花さんは LINE を交換してくれていたから、ご迷惑と知りつつ LINE で、なぜあんな金額で見てくれたのかを教えていただいた。理由は、徳を高める努力をしないと三つ会様に見放されてしまうから、と絵文字入りのご返信があった。電話だけで、その人の真実がわかるので、嘘や思い込みの電話にはそもそも出ないらしい。道理で、口コミには、いつも出ない、とか書かれていたはずだ。出ていただけて本当に良かったです。結局、一週間ほど休み会社に戻った。先輩はとても嬉しげに迎えてくれ、他の同僚もそれぞれに大丈夫なのか?と声をかけてくれる。先輩は復帰の前日に、立ちの悪い風邪をひいたことにしたからな。と言ってくれた。僕は笑顔で一週間分の引き継ぎをしてくれる先輩の肩越しに、佐藤さんと目が合った。彼女の目が一瞬、白目まで塗りつぶされた黒い穴のように見え鳥肌が立った。復帰早々申し訳ないです。昨日電話でお話をした通り、辞めさせていただきます。仕事が終わり、帰る時に先輩を呼び止めた。そうか、惜しいな。お前に本当に向いてると思うんだが、優しくて頼りになるって派遣の子みんな言ってたよ。ありがとうございます。背後に視線を感じる。パッと振り返ると佐藤さんがびくっと目をそらした。一瞬見た口元はあざ笑っていた。先輩には感謝しかないです。僕も本当にやりがいを感じていました。でも、ここにいてはいけない気がして、ちょっと心の休養をしたら今度こそ、頑張りきってみせます。先輩はうなずいて。いや、頑張りきってたよ、十分。長いことありがとう。次の仕事決まったら連絡くれよ。今度は上司じゃなく友達として飲もう。そこへ。リーダー、いつも乗る電車の時間に間に合わなくなりますよ。と石のように冷たい声が割り込み、先輩はあからさまにうるさいな、という顔して。よし、退社の挨拶は気楽に昼飯前にさっさと済まそう。気が変わったら構わないから教えてくれ。教えてくれた佐藤さんに一別もなく先輩は走って行ってしまった。先輩が行ってしまうとカバンに荷物をまとめていた佐藤さんに近づく。あれほどの執念を内に秘めているなんて、誰が気づくだろう。近づく僕に気づいて佐藤さんは忌々しげに言い放った。あんたもいい面の皮だね。ヒロのいいふりをして、女を一人もて遊んで自殺に追い込んだ男に、まあだとり言って甘えてるんだから。学校が一緒だっただけでコネで入社して、男同士で仲良しごっこ。気持ち悪いったらない。でも出ていくのは正解。あの女みたいにいずれ利用されて裏切られるんだから。あの男はそういうクズだもんね。行き着く間もない毒にも、内心を知った今はひるまない。だって、それ嘘じゃないですか。先輩はそんな人じゃないし、篠原さんもあなたに、あの女、なんて言われる筋合いないですよ。佐藤さんは、はぁ?と顔を歪めた。嫉妬のマスクをかぶった内側に恐れが見えた。先輩がそんな人じゃないだって?あんたさっきのあいつの態度見てまだ言ってんの?キモ。気持ち悪い。あの失礼な、私が見えないみたいな態度見なかったの?興奮して唇が震えている。哀れな人だな。こんな人はもう怖くない。少なくとも篠原さんはまっすぐ先輩を好きでしたよ。ショックで、周りが見えなくなっていたけど好き、という気持ちをちゃんとぶつけた。あなたは何をしたんです?さっきだって、あんな割り込むような言い方で誰があなたに感謝したりしますか。今度こそ、佐藤さんは唖然としていた。あなたがちゃんと好意を示さない限り先輩はあなたのことが嫌いなままです。言ってました、あなたに嫌われてると。自分を嫌う人を好きになる人はあまりいないですよね。唇がわなわなと震える。僕は、ある理由からあなたが大嫌いです。あなたも僕がある理由から大嫌いですね。その理由はあなただけ知ってる。佐藤さん、素直になって幸せになってください。泣くのかと思った。唇は歪み、目はきらめいた。だが、次の瞬間。あんた頭が狂ったの?私があんな奴好きなわけないでしょうが。気持ち悪い、あんた本当に気持ち悪い。わかったみたいなこと言って、セクハラだから。あんたがいなくなるならせいせいする。入ってきた時から怪しかった、あいつのご推薦だもの。最後の方は聞きづらかった。僕はもうオフィスから出ようとしていたから。それから、僕は昼休み前に次期退社する旨を伝え、本社から来た人に引き継ぎを終え、ついこの間退社に至った。
無駄だと思いつつ、念のためオフィスと資料室にお払いをするように提言すると、先輩は。おい、お前微妙に笑えない冗談言うなよ。心療内科行っとけよ。と明るく笑われた。それぞれ同僚が励ましてくれた際、選別に混じって美しい字で書かれた手紙があった。さようなら。私はある理由から、あなたがこの世で一番大嫌い。この3日後、初めて彼女が夢に来た。終わります。大変長くなりましたが、読んでくださった方々皆様に感謝します。未だに怖いことがあったりしますが、僕は元気にやってます。おつ、篠原さんは今も出てきたりする？いいえ、ただ立花さんが言うには篠原さんはあちらから僕を見てるようです。不思議と彼女のことはもう怖くないです。むしろ感謝してます。そうか。全部聞いたら俺も篠原さんの印象変わったぜ。もう目ひんむいて頭洗わなくて大丈夫になった気がする。サンクス。よかったです、心から。なぜ篠原さんが僕を好きになったのかはわかりませんけども。あ、言うのうっかりしてました。ここに出てくる人物はすべてかなです。フェイクもありますし、付け足しもわかりやすいようにしてます。僕がスレの冒頭で聞きたかったことは、皆さんには佐藤さんの気持ちは理解可能ですか？僕には佐藤さんはなぜあんなにこじらせているのか理解できなかった。好きな人にひどいことを言ったりするのも、わかりやすく説明できる方がいたらありがたいな、と。わかったからといって和解はしませんが。ひょっとしたら、男性から嫌われる努力をしなければ、家庭内で平和に生かしてもらえなかった20代初めまでの私みたいな境遇とか？本当は仲良くしたいけど、深入りできないから自らブロックしなきゃならないジレンマに苦しんでたとか。まあ普通に働いてるならお金貯めて逃げることもできますよね。私は逃げて本来の自分に戻して巻き返した。でも男性、主にまで嫉妬して生きよう飛ばす気持ちは理解できないです。お辛い過去を話してくださりありがとうございます。そういうこともあるのですね。今、あなたが逃げてお幸せなら何よりです。やっぱり僕に嫉妬するのはさすがにお門違いもいいところですよね。小学生の男子が好きな女の子に意地悪するようなもんなのかな？なるほど、ありがとうございます。それが行き過ぎるとああなってしまうのか。怖いですね。佐藤さんの失笑から歪んでる気がする。親から邪険にされてたり、いじめられてた過去があったり、友人に恵まれなかったとか。負の土台で踏み固まってしまった結果かな？と憶測。かもしれませんね。立花さんも佐藤百合子は本当にかわいそうな方ですよ、とおっしゃってましたし。ぼちこは佐藤さん。ああ、思い至らなかった。そうかもしれませんね。未だに時折変なことは起こってて嫌なんですよね。立花さん曰く、やっぱり一度ヤバいのに目をつけられた場所は、お祓いしてもしばらくは関係ない霊が出入りしたりするそうで、一度実家に帰ろうと唐突に決意しました。書いてすっきりしたものの、思い出してしまった。立花さんのお隣さんになりたいです。ではおやすみなさい。これは近年稀に見る名スレ。目は覚めましたか？朝の準備をして、仕事や遊びに取り掛かりましょう。では、またねー。